お母さんのすべてが大嫌いなんですよ。私と夫でこの家に住むから、すぐに出て行ってください。長男嫁はそう言って私のことを追い出そうとしてきた。この時、私はとあることをひらめいた。わかりました。それじゃああとはよろしくね。私はそう言い、この家を手放すことにした。私の名前はのぞみ、70歳の主婦だ。夫と結婚してもう40年以上が経ち、息子と娘も自立して家庭を持っている。長女一家は地方に住んでいて、正月や盆の時期にみんなで来てくれて私や夫に元気な姿を見せてくれる。一方で、長男一家についてだが、あまり実家に顔を見せに来ることはない。というのも長男は外資系の企業に勤めていて、海外出張が多いからというのが理由の一つだ。短期の出張もあれば長期になることもあるようで、今も1年間のアメリカ出張に行っているそうだ。英語なんてからっきしだった私と夫に、このような頭のいい子が生まれ育って驚きながらも、顔がなかなか見れないことで、ちゃんと元気にやっているのかと心配にもなる。そんな長男には嫁と娘がいるのだが、いつも出張の際は単身赴任の状態で一人で海外に行っているらしい。嫁は長男についていこうとはしないらしく、そのうち自分たちの子供が学校に通う年齢になってしまったから、余計に海外での長期滞在時に呼ぶことが難しくなったそうだ。そのように長男はかなり忙しいため、実家に帰ってくることもほとんどできない。2、3年に一度くらい帰ってこれればいいほどだ。長男がいないと嫁は一切顔を見せに来ないので、孫に会えるのも長男が帰ってくる時くらいだ。気づけばあっという間に月日は流れていて、孫もすでに高校1年生になっている。最後に会ったのは中学1年生の時だから、今はどんな雰囲気なのかわからない。そのくらいの年齢の子はたった1、2年で別人のように変わるから、今街中ですれ違っても気づかないかもしれないな。そんなことを考えていた時、いきなりインターホンが鳴った。誰だろうと思いながら玄関を開けると、そこには長男嫁のゆかが立っていた。あら、ゆかさん、久しぶりね。一体どうしたの？今日はお母さんたちにお願いがあってきたんですよ。お願い。私はなんだか嫌な予感がした。今まで顔を見せにも来なかったのに、いきなり来てお願いがあるなんて面倒ごとに決まっている。仕方なく私が家の中に入れようとすると、後ろに若い女性の姿が見えた。あれ、そちらは？と言っている最中に、誰だかわかった。もしかして舞かい？舞とは長男夫婦の娘、つまり私の孫だ。私がそう聞くと彼女はこくりとうなずいた。まあ、随分と大きくなったわね。元気にしてたかい？うん。孫は心なしかよそよそしい雰囲気だった。まあ久しぶりに会ったし、ちょうど思春期だから、そういう感じになるのも当然かもしれないな。とりあえず上がってちょうだい。私は孫の顔を数年ぶりに見れたのが嬉しくて、すぐに二人を家の中に入れた。そしてお茶を用意して二人のもとへ持っていく。夫も久しぶりに孫に会えて嬉しそうで、私がお茶を用意している間、ずっと孫に話しかけていた。そんな中、私が席に着くと長男嫁が口を開いた。早速本題に入っていいですか？一切笑うことなくそういう長男嫁に、私も夫も少し顔がこわばる。一体何を言われるのだろうか。すると長男嫁は驚きの発言をしだした。これから2、3ヶ月ほど娘をここに住まわせてあげてください。え、どういうこと。私は頭の理解が追いつかなかった。なんと長男嫁は孫を2、3ヶ月も預かるように私たちにお願いをしてきたのだ。
いきなりそんなことを言われても困るんだけど。孫は長男嫁が話している時に下を向いてうつむいていた。この子はちょっと私には目に余るというか、なんというか、つまり私は一旦子育てから解放されたいんです。そんな、自分の娘の世話を放棄するようなことをどうして。私がそう言うと、長男嫁は私をぎろりとにらみつけた。お母さんにはわからないでしょうね。私が一人でこの子を育てるのにどれだけ苦労しているのかを。この子はものすごく手のかかる子なんですよ。それなのに雅人さんはいつも海外出張で家にいないし、だから私少し疲れちゃったんです。ちょうど今から2ヶ月ほどこの子は夏休みですし、私にも子育ての長期休暇をください。長男嫁が畳みかけるようにそう言ったので、私も夫も圧倒されてしまった。だが確かに子育ての大変さは私もわかるし、そしてそれについての感じ方の程度は人それぞれだ。もし長男嫁が本当に精神的に参っているのなら、少し休んだ方がいいと思う。まあ本人の前で手のかかる子だとか、自分が子育てに疲れたなんていうのはどうかと思うが。舞はどうなの？これから2、3ヶ月も私たちと暮らすことになってもいいの？私がそのように聞くと孫はこくりとうなずいた。本当に了承しているのかは疑問に思ったが、このままでは長男嫁は何度も来て私たちにお願いをしてきそうだったので、引き受けることにした。こうしていきなり始まった孫との同居生活。長男に連絡をすると、そんなの聞いていないと驚いていた。雅人、あなたゆかさんとはちゃんと話し合っているの？なんか子育てに疲れたから休みたいって切羽詰まった様子で言ってきたのよ。そんな、俺はいつも変わりはないか、困っていることはないかって聞いてるけど、何にも問題ないって言われてて。もしかしたらゆかさん、うちに溜め込んで本音を言えなかったのかもしれないわね。そっか。海外出張が多いから直接話せる機会が少ないのは仕方ないかもしれないけれど、ビデオ通話とかしてちゃんと話したら。うん、もっと積極的にゆかとコミュニケーションを取ってみるよ。とりあえず舞はこのまま私たちが少しの間面倒を見るから、ゆかさんのことを休ませてあげて。ああ、本当に母さんたちにまで迷惑をかけて悪かった。長男はとても申し訳なさそうにして反省していた。実際に長男が悪いのか、長男嫁の性格が面倒なのか、現時点では判断しかねるところだが、夫婦になったからにはうまくやってほしいし、私に協力できることがあるなら協力してあげたいと思う。それから1、2週間ほどが経ったが、孫はとてもいい子で礼儀正しい子で、長男嫁が言うような手のかかる子ではないと思った。いただきますとかごちそうさまは必ず言うし、おはようとか行ってきますとか挨拶などもちゃんと言う。食べ終わった食器は必ずシンクに下げて、なんなら食器洗いを手伝ってくれたりもするほどだ。最初はよそよそしい態度で私たちと話していたが、すぐに昔のように打ち解けて笑顔を見せてくれるようになった。むしろ長男の方が反抗期とかあって大変な頃があったなと思ってしまったほどだ。そんな感じなので、私はもしかしたらというか、やはり長男嫁の方に何か問題があるのかなと思い始めた。舞、お母さんは家ではいつもどんな感じなの？私がそのように聞くと、孫は少し寂しそうな顔をした。なんていうか、私と一緒にいるのが退屈というか、いつも機嫌が悪いよ。そうなの。最初は私が何か母さんの機嫌を損ねるようなことしたかなって不安になって、頑張って喜ばせようと家事を手伝ってみたり、勉強を頑張ってテストでいい成績を取ったりしたんだけど、全く母さんの態度は変わらなくて、お前がいるから私は自由になれないなんて言われたこともあるよ。そんなことを言われたの？私も夫も孫から聞かされた衝撃の事実に驚きを隠せなかった。
長男嫁は精神的に何か問題があるのかもしれないとさえ思うようになった。私たちはまず最初に孫を励ますことにした。舞、あなたには何の問題もないからね。そうだぞ、お前はマサトよりも手のかからない、とてもいい子だぞ。え、お父さんよりも？そうよ、あなたのお父さんが反抗期の時とか本当に大変だったんだから。それに比べたら舞は本当に心優しくて気遣いのできるいい子だよ。ありがとう、おばあちゃん、おじいちゃん。孫はそう言って涙を浮かべていた。思春期に母親から心ないことを言われたら、誰だって自分に自信が持てなくなってしまうだろう。これはちょっと一大事だと思い、私と夫は早急に長男に知らせることにした。マサト、忙しいのにごめんね。どうしたの、母さん。実は舞がこんなことを言っていてね。え、そんな。孫から聞いた話を伝えると長男は驚いていた。あいつ問題ないって言ってたのに問題だらけじゃないか。ちょっとゆかともう一度話してみるよ。長男はこの前の電話の後に長男嫁と時間を作ってビデオ通話をしようとしたらしい。だが向こうから忙しいからとそれを断られてしまったそうだ。それでも食い下がると少しだけ電話をすることができたそうだが、その時にも何も問題はなくて、ただ自分が少し休みたいと思っただけだと長男嫁は言ったそうだ。それ以上は話を聞くこともできず、結局電話は終わってしまったらしい。その話を聞いてなんだか怪しいと思った。長男嫁は何かを隠しているのではないだろうか。マサト、ちょっと提案があるんだけど。私があることを提案すると長男は驚きながらも賛同した。それが一番手っ取り早いかもね。手間をかけさせて申し訳ないけど頼むよ。わかったわ。それから私はすぐに行動に移して結果を待った。その間にちょうど2ヶ月ほどが経ち、孫の夏休みが終わる頃だったので長男嫁に行っと来てもらった。約束の期間が過ぎたけど休暇は十分に取れたかしら。私がそう言うと長男嫁はため息をついた。まだまだ全然足りないですね。え、でももうすぐ舞の学校も始まっちゃうわよ。じゃあここから学校を通わせてください。そんな、そこまで自分の子供を邪険にする必要ないんじゃないの。舞が言ってたわ、自分がいるから自由になれないって。母親に言われたって実の娘にそんなことを言うなんてどういうつもり。あまり人の子育てについてとやかく言う気はないけれど、あなたがやっていることは良くないと思うわ。私がそのように言うと長男嫁は逆ギレをした。本当にうるさい、あんたに何がわかるのよ。マジでめんどくさい、私帰りますから。ちょっと待ちなさいよ、舞のことはどうするの。いらないわよ、あんたたちにあげる。はあ。私はそのような発言をする長男嫁に心底腹が立った。だが長男嫁はさっさと帰ってしまった。もしかしたらひどいことを言ってくるかもしれないと思い、孫に家を開けるように言っておいてよかった。あんな発言を聞かされていたらショックで立ち直れないだろう。私は長男嫁の発言を受けてとあることを決意した。それは孫と長男と一緒に住むための家を購入することだ。私も夫も基本的に倹約家でつつましい生活をしていた。だから安い家賃のアパートに住んでいたのだが、そろそろ体にガタが来そうだし、バリアフリーでもう少し交通の便がいいところで住もうと考えた。善は急げと言わんばかりにすぐに不動産屋へ行って夫といろんな家を見た。すると新築でとてもいい条件のマンションの部屋を発見。それは家賃が月25万のバリアフリーの高級マンションだった。部屋数もかなりあり、
孫と長男を呼んでも問題ないくらい広い。私はすぐにマンションを契約、そして孫と夫と一緒に移り住んだ。夫も孫も新築のきれいで広い部屋を見て喜んでいた。だがそれから1ヶ月ほど経った頃、長男嫁がいきなりやってきた。ちょっと、この家どうしたんですか？前に住んでいたボロアパートに行ったらいなくてびっくりしたんですけど。こんな豪華な家に引っ越しているなんて、どうして教えてくれなかったんですか？鬼の形相で怒る長男嫁。だってあなた、私たちに舞を預けて関わろうとしてこなかったじゃない。舞は高校だってここから通っているし、問題は何一つ起きてないんだから報告する必要もないしね。私が冷静に返すと、さらに長男嫁は顔を真っ赤にして怒った。ああ、もう腹立つ。お母さんのすべてが大嫌いなんですよ。っていうか、この家は私と夫が住むべきじゃないですか。は、いきなり何を言ってるの？どうせ舞がいるからって、夫がお金を出したんでしょ。だってそうじゃないと、あんたやお父さんみたいな貧乏人が住めるはずないしね。長男嫁はきっと、私たちが安いアパートに住んでいたからそう思っているのだろう。我を忘れて悪態をついてくるのを見ると、長男嫁の本性はこっちなんだなとよく理解できた。私と夫でこの家に住むから、すぐに出て行ってください。長男嫁はそう言って私のことを追い出そうとしてきた。この時、私はとあることをひらめいた。わかりました。それじゃああとはよろしくね。私はそう言い、この家を手放すことにした。それからは慌ただしかった。長男嫁に家の名義を変更し、私と夫は孫を連れてすぐに引っ越しをした。そして1ヶ月が経った頃、長男嫁から再び電話がかかってきた。あの、お母さん。どうしたの、ゆかさん。嫌いな私に電話をかけてくるなんて。ちょっと聞きたいんですけど、このマンションって購入したんですよね。なんか家賃25万の督促請求が来てるんですけど。あら、あなた知らないで私から家を奪ったの？そこは賃貸で契約をしてるのよ。そんなこと聞いてないですよ。普通は確認するでしょう。じゃあ、夫は家賃を払ってくれてないってことですか？なんでマサトが出てくるの？だって、この家は夫が家賃を支払ってたんですよね。はあ、あなた本当に何も確認しないで名義変更の手続きをしたのね。そのマンションは私名義で契約してたのよ。マサトは何も関与していないわ。どうしてお母さんがこんな高いところの家賃を支払えるんですか？私は会社員時代に貯めたお金で株を始めたの。それは今何十年経って、かなりの資産になったのよ。でもつつましく生きようと夫と決めていたから、配当金だけで質素な暮らしをしていたのよ。おかげで資産は相当な額が貯まっているわ。あれだけ持っていたら信頼できるからと、審査も楽々通ったのよ。そんな、それじゃあマサトさんに電話をしてすぐに家賃を支払ってもらわなきゃ。そう言って勝手に長男嫁は電話を切ってしまった。まったく、本当に自分勝手な人だ。私が呆れていると、目の前にいる長男のスマホが鳴った。もしもし、どうしたゆか？ああ、あなた、ちょっと相談があるのよ。今、その、お母さんから譲ってもらったマンションの部屋に住んでいるんだけど、家賃が支払えなくて、それで毎月25万を生活費とは別に振り込んでほしいの。長男がスピーカーの状態で話してくれたので、私たちは長男嫁の発言をしっかりと聞くことができた。残念だけどそれはできないな。どうしてよ。俺はお前と離婚するからな。離婚？いきなりなんでそんなこと言うの？
だってお前不倫してるだろ。え、してないよ。一体何の話？諦めろよ。もう更新書の調査結果は出てるんだ。え、実はこれは私が長男に提案したことだった。長男から同意を得て調査を依頼すると、長男嫁は不倫をしていたことが判明した。そして舞の存在が邪魔で、私たちに押し付けて誰も家に帰ってこないことをいいことに好き放題やっていたというわけだ。どうせ俺が海外にいることをいいことに、母さんたちから新築マンションを奪って、そこで不倫相手と楽しく生活をする気だったんだろう。だがお前にはもう好き勝手はさせないからな。ちょうど今月の生活費を入れる前でよかったよ。お前とは離婚するし、家賃なんて支払わない。それだけじゃなく、不倫による慰謝料請求をさせてもらうからな。そんな自分の欲求を満たすために舞を邪魔者扱いして傷つけたことを俺は絶対に許さないからな。あとは弁護士を通してやり取りをしよう。待って、マサト。長男はそう言って電話を切った。実は長男は私たちの話を聞いて、会社に相談し、日本に帰国させてもらう申請を出していたのだ。そして1ヶ月前に無事に帰国して、日本の本社の方で働けることになった。それから長男と孫と私たち夫婦で、一旦安い賃貸マンションに住んだ後、長男はみんなで住むための平屋の一軒家を建てると言ってくれたのだ。舞、今まで家族を守るために一生懸命に働いてきたが、それだけじゃダメだってようやく気づいたよ。辛い思いをさせて申し訳なかった。私はお父さんが海外に出てバリバリ働いているの、すごくかっこいいと思ってたから気にしてないよ。もちろん一緒に暮らせるのも嬉しいけどね。私と夫は親子仲良く会話をしている長男と孫を見て、微笑ましく思った。ちなみに元長男嫁についてだが、結局家賃が支払えずに、借金を抱えたまま家を出ることになったらしい。彼女は実家のご両親を頼ろうとしたが、厳格なご両親は彼女が助けを求めたのを拒み、自分で何とかしろと言って縁を切ったそうだ。そのため、元長男嫁は多額の借金を背負いながら、安いアパートに一人で暮らしているらしい。一方、私たちは長男が建ててくれた家に移り住んだ。広くてとても綺麗で、これなら問題なく老後を過ごせそうだ。これからも私は自分の家族を大事にしながら、残りの人生を幸せに生きていこうと思う。あんた、何様のつもり？嫁なんだから、お茶でも持ってきなさい。勝手に同居を決めて、早速私をこき使うつもりの義母。冗談じゃない。私はあんたの言いなりになんてならないぞ。家族なんだから母親に尽くしなさい。いつから私の母親だと勘違いを。え、私はカバンからとあるものを取り出した。これ何だと思いますか？義母は顔面蒼白の状態で固まっていた。それってもしかして。私の名前はのぞみ、27歳の会社員だ。私は大学を卒業してからずっと仕事に打ち込んできた。20代はそれが普通だと思っていたし、仕事でステップアップすることが何より優先されることだと信じて疑わなかった。だが気がつけば周りの友人たちがどんどん結婚をし始め、ご祝儀を渡す側になることがどんどん増えていった。あれ、私って出遅れてる。そんな風に思うほど私の周りでは結婚する人が多くて、結婚式に月に3、4回は出席しているのではないかという状況だ。次はのぞみの番だねと言われたのは今年で何回目だろうか。残念ながら私にはそんな相手どころかお付き合いしている男性もいない。ずっと仕事に打ち込んできたので、社会人になってからは恋愛はほとんどできていない状態だ。だから結婚の予定なんて全くないし、むしろこのまま仕事を頑張ってずっと一人で生きていけるほど、
貯金をするしかないのではないだろうか。そんな私の考えを変えたのは、良くも悪くも会社の同僚だった。あいつ、絶対結婚できないよな。仕事一筋って感じだし、男っ気なさそうだもんな。仕事中にそんな会話をするのが聞こえてきた。その頃、私は大規模なプロジェクトメンバーに抜擢されていた。彼らはメンバー入りを切望していたが、選ばれなかった。私の方が何歳も年下だったので、女でしかも後輩が選ばれたという事実が許せなかったのだろう。だからといって、そういう会話をわざわざ私が聞こえるところでするのは、性格が悪すぎると思う。だが負けず嫌いの私は、それなら恋愛も結婚も、本気でやってやろうじゃないかという気になった。また両親からも、だんだんと結婚についての話題を出されるようになっていたのも、理由の一つだ。誰かいい人はいないのか？付き合っている人がいるのなら、いつでも紹介してきていいんだからね。その度に、いやいや、そんな人はいないよと言っていたが、そろそろ結婚の報告をして親を安心させたいなと思った。そのため、私は友人が定期的に誘ってくれていた合コンに参加をすることに。だが、初めてこういうのに参加したので緊張していた私はなかなかうまく話せなかった。しかし途中から隣に移動してきた男性が、私に優しく話しかけてくれた。それはマサトという男性だった。楽しんでますか？ええ、まあ。それなら良かったです。僕はこういう場はあまり来ないので、緊張しちゃってて。実は私もです。何話したらいいかわからないんですよね。一緒じゃないですか。よかった、僕だけじゃなかったんですね。私も安心しました。周りの人たちはみんなそれぞれ楽しく話していて、私だけ取り残されている感覚があったので、彼から話しかけられて私は安心した。それから私たちはお互いのことについていろいろと話した。へえ、あの会社で働いてるんですね。営業の仕事で何度か行ったことありますよ。そうだったんですか？はい、もしかしたらすれ違っていたことがあったかもしれないですね。そうですね。そうだとしたらびっくりです。彼とはなんだかとても落ち着いて話すことができた。そしてお互いに自然と惹かれ合い、私たちは連絡先を交換して二人でも会うようになった。それから何度かデートを重ねていき、私たちの交際がスタート。彼は私のことを大事にしてくれて、交際も順調に進んでいった。彼氏ができたことで心の余裕も生まれたのか、会社で嫌味を聞いても何とも思わなくなった。そしてさらに仕事にも打ち込むことができ、結果を残すことができた。公私ともにうまくいっていて、私はとても運が向いているような気がした。このまま彼と結婚まで行ったら嬉しいな。そんな淡い期待を持ちながら、私は毎日楽しく過ごしていた。そして彼との交際を始めてから1年ほどが経った頃、私はある日彼から高級レストランでの食事に誘われた。私はこの時もしかしてと期待した。でもまだまだ私たちは若いし、別に彼はそういうつもりではないのかもしれない。どっちなんだろうかとそわそわしながら、私はレストランに向かった。すると食事を終えた後、彼が真剣な目で私を見ながらこう言った。のぞみ、俺と結婚してくれ。俺にとって一生一緒にいたいと思えるのは君だけだ。そう言って私に指輪を差し出してくれた彼。私はこの上なく嬉しかった。私もずっとマサトと結婚したいと思ってた。これからよろしくね。こうして結婚することになった私たち。すぐにお互いの両親に挨拶をしに行った。はじめまして。マサトと申します。どうも、
のぞみの父と母です。よろしくお願いします。そんなに固くならなくていいんだよ。すいません、緊張しちゃって。マサトはかなり緊張しいだからね。そうなのね。でもお父さんも私の父親に挨拶をしに来た時は同じくらい緊張してたわよ。え、そうなの？こら、余計なこと言わなくていいんだよ。あら、でも本当のことでしょう。せっかく威厳ある父親の姿を見せようと思ったのに。ああ、お父さんそれは無理だわ。こら望みまで。お父さんは威厳があるというよりは、優しいパパって感じだからね。間違いないわ。私たちが父をいじっていると、その和んだ空気で緊張が解けたのか、マサトもリラックスし始めて、みんなで楽しく会話が進むようになった。二人は合コンで出会ったんだって。はい、そうです。今はそういう出会いも多いって聞くもんな。そうね。私のパート先で働いている女の子も合コンでの出会いがきっかけで、結婚まで行ったって聞いたわ。まあ、出会い方に決まりなんてないからな。大事なのは、一緒に生活し続けていける相手かどうかだからな。でも、のぞみが結婚すると聞いて、本当に嬉しかったよ。そうね。結婚式が楽しみだわ。私は、父と母がそこまで私の結婚を喜んでいることを知り、嬉しかった。そして、私が思っていた以上に心配していたようだ。確かに私は一つのことに集中すると、他が見えなくなることがある。このままでは仕事一筋って感じだったから、そのまま独身で一生いるかもしれないと思ったのだろう。まあ、きっかけは同僚の悪口だったが、あの時合コンに行って本当によかった。こうして、マサトに出会えたのは運命だったと思う。この時まではそう思っていた。だが、それから彼のご両親に会ってから、考え方が少し変わった。はじめまして、のぞみと申します。どうもはじめまして。あなたがのぞみさんね。マサトの母親は私を品定めするように見ると、ふっと笑った。いまいちね。え？あなた、大学はどこを出ているの？丸々大学ね。ああ、あの平凡なところ。働いている会社はどこだったかしら？丸々という会社ですが。ええ、聞いたこともないわ。なんだかパッとしない人ね。義母は終始私のことをそうやって罵倒してきた。そして義父はというと、ものすごい静かで何も質問をしてこない。またマサトもマサトで、全然義母のことを注意してくれないのだ。私が何度目くばせをしても、彼は苦笑いをしているだけだ。その後も義母は私をけなすようなことを言って笑っていた。私は結婚の挨拶で義両親のことが一気に苦手になった。果たしてこれから結婚をして幸せになれるのだろうか。そんな心配が頭をよぎった。だが、マサトは二人で帰っている時に必死になって謝ってくれた。ごめん、母さんがいろいろとひどいことを言って。わかってたならどうして止めなかったの？俺、親には逆らえなくてさ。浪人して予備校に通った時はかなりお金がかかったし、それなのに大学では一人暮らしの費用も出してくれたし、感謝すべきことが多いから頭が上がらないんだよ。そういう彼の優しい性格は素敵だ。しかし、それでもこれから妻になろうとしている人をかばうことはしてほしかったなと思う。そのことを彼に告げると、彼はまた申し訳なさそうに、そうだよな、ごめんと謝った。まあ、この優しさに惚れたところもあるから、多めに見てやるかと思った。その後、両家の顔合わせも無事に済ませた私たち。それから結婚式の準備を進めていこうと思ったのだが、
ここでも問題が起きた。義母がやたらと口を出してきたのだ。それは私が彼の部屋に行き、結婚式について話し合いをしようと思った時のこと。私が着くとなぜか義母もいたのだ。どうして雅人さんのお母さんが？どうしてって結婚式についての話し合いをするんでしょう。だから来たのよ。どういう意味でしょうか？私がスペシャリストとしてアドバイスをするわ。母さんがどうしても話し合いに参加したいって言うから来てもらったんだよ。また彼の親だから断れないというのが発症したようだ。まずどんな結婚式にするのか聞かせてもらえるかしら。義母はそう言って私と彼の結婚式のプランを聞いた。なんだかパッとしないわね。もっと豪華なものにしなきゃダメよ。一生に一度のことなんだから。私はあまり派手な式にはしたくなかった。身内と仲のいい人たち少数を呼んだつつましいものにしたかったのだ。だが義母はそれでは親戚にも申し訳ないという。義母が猛反対し、さらに雅人も義母の意見に乗っかったため、結局結婚式は大掛かりなプランを考えてたくさん人を呼ぶことになってしまった。そのため仮で押さえていた式場ではできないということになり、新しく式場を探さなければならなくなった。私は最初に予約していた式場が気に入っていたのに変えることになってしまい、とても残念に思った。そしてさらに義母は暴走していった。それはウェディングドレスの試着の日のこと。私が呼んでもいないのに案の定義母も来てしまった。雅人が連絡をくれたからよかったものの、あなた普通は私に直接連絡するものよ。どうして今日のことを何にも連絡してくれなかったのよ。そりゃ来てほしくないからに決まってるだろう。ごめんなさい、うっかりしてました。はあ、本当に手間のかかる嫁ね。まあいいわ、早速ドレスを決めに行きましょう。決めるのは私だろうが。そう思いながら私は義母と雅人と一緒にお店の中に入った。そして気に入ったドレスを試着していった。お、いいね、似合うよ。本当、私これが気に入ったかも。私は自分好みのデザインのものが見つかり、それに決めようと思っていた。しかしその瞬間に義母が口を挟んだ。そんなの地味よ、もっと派手なものにしないと。そうね、これなんてどうかしら。義母が出してきたのは私が全然惹かれないドレスだった。何してるのよ、早く着てちょうだい。はい。仕方なく試着してみたが、やはり私には全然合っていない。しかし義母はそれがいいわねと言い、さらに夫も、母さんが言うなら間違いないね、と同調した。これはさすがに言いなりになってはいけないと思い。いやでも、私はさっきの方が気に入っているのでそちらにします、と言ったのだが、義母は全力で反抗してきた。あなた、これから嫁になろうっていうのに、私の言うことが聞けないの。こっちの方がいいって言ってるんだから。こっちにしなさい。そうやって怒鳴る義母。雅人も、母さんを怒らせないでくれよ、と私を責めてきた。このままではこのお店にも迷惑がかかってしまう。そのため、私は仕方なく義母の言う通りにした。義母は満足そうにしながら、最初からそうやって言うことを聞いていればいいのよ、と笑った。私はさらに義母のことが嫌いになった。そしてこのままやられっぱなしなのは嫌だったので、ささやかな抵抗として後日一人で式場を訪ねて、お色直し後のドレスは私のお気に入りのものにしてもらった。結婚式の主役はあくまで私と雅人だ。だから何でもかんでも義母に決められるのは嫌だ。
その後も義母はあれこれと口を出してきて、私はとても困った。しかも正人は義母の意見を何でも取り入れようとする。2対1の状況で戦うのはなかなかきつく、どれだけ反対しても私が折れなければいけない場面が多かった。そのため、私にとってはあまり納得のいかない結婚式のプランとなってしまった。だがもう日にちは近づいているし、招待状も送り終わっている。だから式は挙げるしかなかった。そうして納得のいかない結婚式を挙げた私。まあそれでも、友人たちや職場の人たちにお祝いをしてもらえたので、とても幸せではあった。そして私がお色直し後に着たドレスは、ものすごく褒めてもらえた。だから、私の感覚やセンスは間違っていなかったのだと思う。それに結婚式を挙げるのは私の親のためでもあった。花嫁姿を自分の親に見せたいという気持ちが、私には芽生えていた。それは結婚の挨拶の時に、私が結婚することを両親がすごく嬉しそうにしていたからだ。だからドレスを着てバージンロードで父と歩きたかった。それが叶ったからまあよしとしよう。そんな風に思いながら結婚式は無事に終わった。それから二次会でみんなと楽しく騒ぎ、私とマサトは家に帰った。翌日、私はゆっくり家で休みたかったのだが、マサトがこんなことを言った。何か母さんが呼んでるから実家に行こう。え、私も行くの。俺たち二人を呼んでるんだよ。早く準備して。私はマサトの態度に少しイラッとした。勝手に来いと言ってくる義母が理不尽なのに、なんで私がそうやって冷たい態度を取られないといけないのだろうか。そして私とマサトは車に乗って義実家へ行った。母さん、話って何？マサト、昨日の結婚式お疲れ様。のぞみさん、あなたお色直しのドレスの件は一体どういうことかしら。あれは私が選んだドレスじゃないわよね。ああ、そのことか。すいません、どうしてもあのドレスが着たくて。私は適当に謝って済ませようとした。生意気な態度をこれからも取れると思わないでちょうだいよ。これからは私があなたをビシバシと指導しますから。え？一体どういうことです？今日あなたたちを呼んだのは、これからのことについて話すためよ。あなたたちは早速この家に来て同居するの。は、それはいきなりの同居宣言だった。私そんなの聞いてませんけど。ええ、今言ったもの。そんな、さすがにそれは無理ですよ。だからあなたには、そうやって生意気な態度を取る権利はないのよ。マサト、同居でいいわよね。私は彼の方を見た。まさか賛成しないだろうな。さすがに反対するよな。だが彼は笑顔でこう言った。ああ、いいよ。ここでまた母さんたちと暮らせるなんて嬉しいよ。私の中で何かが崩れていく音がした。ああ、そうか。彼は完全にマザコンなんだな。そして義母は私をいびる気満々だし、義父は相変わらず空気だ。私はこの時とある決断をした。私は嫌です。同居なんてしません。私がそう言うと義母はため息をついた。あんた何様のつもり？いい加減この状況を受け入れなさいよ。あなたに拒否権はないの。嫁なんだからお茶でも持ってきなさい。勝手に同居を決めて、早速私をこき使うつもりの義母。冗談じゃない。私はあんたの言いなりになんてならないぞ。家族なんだから母親に尽くしなさい。そう言って笑う義母。私は冷静にこう言い返してやった。いつから私の母親だと勘違いを。え。私はカバンからとあるものを取り出した。これなんだと思いますか？
義母は顔面蒼白の状態で固まっていた。それってもしかして婚姻届じゃないの？正解です。実はまだ出してなかったんですよね。私の発言に義実家の人たちが全員目を見開いて驚いていた。望みどういうことだ？俺が仕事で出せないから代わりに出しておくって言ってたじゃないか。結婚が決まってから結婚式まで私はあなたやお母さんたちにかなり失望したの。こんな嫌な思いをさせられるなら結婚はしない方がいいんじゃないかって。それでもマサトのことは信じたいと思っていた。最終的には自分の母親ではなく私を選んでくれると思ったの。だけどあなたは結局私を選んではくれなかった。そんなんじゃ今後結婚生活を送ってからも絶対にお母さんを優先させて私が苦しむことになるでしょ。そんなことは。いいえ、それは目に見えてるわ。だからあえて婚姻届を出さなかったし、これはもう出さないわ。私はそう言って婚姻届をビリビリに破った。ああ、なんてことをするの。私はマサトさんとは結婚をしません。こんな家に嫁ぐくらいなら死んだ方がマシですから。結婚式は面白い思い出として記憶に留めておきますね。あんた、こんなことして許されると思ってるの？赤の他人にそんなこと言われても何にも怖くないですね。そんな、のぞみ、結婚しないだなんて言わないでくれよ。もうあなたとは無理よ。この家に住めて嬉しいって言ってた通り、実家に一人で戻ればいいじゃない。とにかく私はもう関わりたくないので。それじゃあ、私はそう言い破った婚姻届をカバンにしまって義実家を出た。その後義実家の人たちはあんな豪勢な結婚式を挙げておいて嫁に逃げられたとして親戚一同やご近所さんたちから笑い者にされたそうだ。そのため外を出歩くのも恥ずかしく感じ引きこもっているんだとか。またマサトも職場から笑われているらしく肩身の狭い思いをしているらしい。ちなみに私も職場で笑いの種になりそうだったが、堂々と私が捨ててやったと宣言したら逆にすごいと感心されてしまった。そしてあいつは怒らせたら怖いという噂が広まり、陰で悪口を言っていた社員たちも私のことを悪く言わなくなった。まあそれがいいことなのかどうかはわからないが、働きやすくなったのでメリットと捉えておこう。今回はまさかの結末になってしまったが、婚歴に罰がつかなくて本当によかった。しばらく結婚はいいので、このまま仕事に打ち込んでいこうと思う。父の葬儀が終わると、母はすぐに私に話しかけてきた。お父さんの遺産の3億円は、私がすべてもらうからね。介護が終わった以上、あんたは用なしよ。今すぐに出て行ってちょうだい。早速来たか。だが父の葬儀が終わった瞬間に行ってくるなんて本当にどうしようもないな。だがこちらだってすでに父が亡くなった後のことはすでに計画済みだ。私は満面の笑みを浮かべてこう言ってやった。ありがとう。待ってました。私の名前は矢吹のぞみ、現在28歳だ。私は現在実家に住んでいて父と母と暮らしている。父は会社経営をしており、いつも忙しく働いていた。だけど私のことをとても可愛がってくれていて、夜は必ず帰ってきて一緒にご飯を食べてくれたし、どんなに仕事が忙しくても学校行事に参加してくれた。だから私はそんな心優しい父が大好きだった。しかしその一方で母のことは苦手だった。母はずっと家にいたのだが、私に対してあまり愛情を注いでくれない人だったのだ。まだ私が幼い頃は、父の両親、
つまり私にとっての祖父母も一緒に住んでいた。いわゆる同居生活を送っていたというわけだ。母は同居生活がうんざりだということを常日頃言っていた。それはもちろん父や祖父母がいないタイミングでだ。そういう時の母は本当に怖かった。いつも祖母から小言を言われているようで、そのたまったストレスを晴らすように私に心ない言葉を浴びせてきていた。どうしてあんたは女の子なのよ。せっかく苦労して産んだというのに。どうやら祖母から後継ぎとなる男の子を産むようにきつく言われていたらしく、生まれてきたのが女の私で母はがっかりしたらしい。祖母は表面上だけなのかは知らないが、私にはとても優しかったので、まさかそんなことを母に言っているとは思わなかった。私は母に気に入られようといろんなことを頑張った。勉強はもちろん頑張っていい成績を残したし、スポーツも頑張って水泳では大会で優勝した経験もある。だがいつもものすごく褒めてくれるのは父で、母は決して私を褒めなかった。褒めるどころか、だんだんと私への心ない言葉はより私を傷つけるものになっていた。あんたはお父さんに似たから本当に不細工よね。とてもじゃないけど私から生まれた子だとは思えないわ。母は客観的に見てもめちゃくちゃ綺麗で美人だった。話によると高級ホステスで働いていたらしく、父が母を口説き落として結ばれたんだとか。母は金持ちで経営者である父と結婚すれば一生楽して暮らせると思っていたが、結婚した途端に父の両親と同居しなければいけなくなり、うんざりしていたそうだ。だが母は決して父や祖父母の前では私をけなすことはなく、おとなしくしていた。子供ながらに、母のそのような性格の悪い部分を見て、大人にはこういうずるい人がいるものなのだなと学んだものだ。そして私が14歳になった頃、祖母が亡くなった。さらにその翌年には立て続けに祖父も病気で亡くなった。そうなると母にはもう誰も止める人はいない。それからの母は本当にひどかった。毎日のように遊び歩いて、父のお金で贅沢三昧。家事なんて全くしないし、私のことなどいないかのように生活をしていた。そのため私は学校と並行して家事をしていた。父はその頃、会長である祖父を亡くしたことによって、下がってしまった株価を戻すために必死になって働いていた。だから家のことを気にする時間と余裕がなかったようだ。私は少し寂しかったが、でも父が本当に大変そうなのは伝わっていたから何も言えなかった。それよりも私は将来的にいい大学に入って、いつか父の会社に入ってサポートしたいと思ったほどだ。そしていずれは後を継げたらいいななんて思っていた。私は決して母のように誰かに寄生して、甘い蜜を吸うだけのような生き方はしたくなかった。だからこそ必死になって努力を積み重ねていった。その結果、高校も大学も名門と呼ばれる進学校に合格。着実に自分の目標へと近づいていった。その頃には父の仕事も落ち着いていて、会社の経営も安定していた。父は私が名門大学に入ったことや、卒業後に父の会社に入りたいと知って、とても嬉しそうにしていた。そのため父は私が大学3年生の時にインターンとして働かせてくれることに。父の会社の社員の人たちはとても優しくて、私に丁寧に仕事を教えてくれた。父の会社がどんな風に回っているのか知ることができ、私はとても勉強になった。そして大学を卒業してからは、父の会社に入社して正式に社員として働いた。母は相変わらず好き放題に遊んでいて、私はほとんど会話をすることもなかった。家に帰って母の顔を見るのが嫌だったので、私は正社員になってからは家を出て一人で暮らすことに。父は私と離れて暮らすことになって悲しそうにしていたが、これで私が結婚でもしたらさらにひどく悲しみそうだから、
予行演習の一環だと言って適当にごまかした。それから私は父の会社で必死になって働いた。父は家で一緒にいる時と違い、会社ではキリッとしていて、なんというか凄みがあった。もちろん娘の私にも仕事の時は、親子ではなく社長と社員として接していた。まあ、まだまだ私は社長と一緒に仕事をするような位置にはいなかったので、ほとんど関わることはなかったが、それでも仕事が終わると父は私に連絡をしてきて、食事に誘ってきた。その時は完全に父の顔になっていて、私を溺愛する優しい父親の状態に。私はそのギャップにいつも笑ってしまう。仕事は大変で覚えることも多かったが、父がそうやって気遣ってくれたから頑張れた気がする。そうして私は父の会社で働き続け、気づけばすでに5年の月日が経っていた。そんな中、父が事故に遭い足に大怪我を負ってしまった。そのため介護が必要な状態になってしまったのだ。車椅子生活を強いられたのだが、家にいる母には父の介護なんて任せられない。私は母と顔を合わせるのは嫌だったが、実家に戻ってまた一緒に暮らし始めることに。ふん、あんたのその不細工な顔をまた見なきゃいけないなんてね。相変わらず口が悪い母に呆れながらも気にしないことにした。それからは父の介護をしながら会社員として働く日々を過ごした。父は車椅子生活をしながらも頭は働いているので経営者の座にはいた。メールや電話などで部下や秘書に指示を出し、どうしても必要な時にだけ会議などに参加していた。のぞみ、すまないな。いろいろと迷惑をかけて。いいのよ。私はお父さんからまだまだたくさん教えてもらいたいことがあるから。父の介護をしている時、父は私に経営についていろいろと教えてくれていた。今思うと、この時から父は自分の病気について気づいていたのだと思う。それから少し経って検査をした時に、父が癌に侵されていることが分かった。余命も1年ほどしかないそうだ。私はショックだった。父とこんなに早く別れなければいけなくなるなんて。私は今まで以上に父と一緒にいる時間を増やした。そして父の癌が進行し、入院生活を余儀なくされてからは毎日見舞いに行った。余命もあとわずかになってきた頃、父は私に会社を任せたいと言った。今までたくさんのことを教えてきたが、のぞみはしっかりと身につけてくれた。お前になら会社は任せられる。私が亡くなってからのことは頼んだぞ。うん、わかったよ。私に任せて。こうして私は父と会社を守ることを約束した。父はそれから1週間後に余命を迎えて息を引き取った。父の葬儀にはたくさんの人たちが参列した。会社の人たちはもちろんのこと、父の友人たちなどだ。みんな父が入院している間によくお見舞いに来てくれた人たちだ。ちなみに母は一度も父の見舞いには来なかった。父のことなどこれっぽっちも大事には思っていないようだ。私は呆れ返ってしまい、責めることも時間の無駄だと思った。父の葬儀でもし嘘泣きでもしたら、ひっぱたいてやろうと思ったが、母は葬儀の場でも態度を変えることはせず、むしろ堂々としていた。大事な夫を亡くして悲しいと、父の友人たちには建前として言っていたが、本当は父の死を喜んでいることは一目瞭然だった。母が父の死を喜ぶ理由は一つしかない。父の遺産だ。会社を経営していた父には莫大な資産がある。母はそれを当てにしているのだろう。父の葬儀が終わると、母はすぐに私に話しかけてきた。お父さんの遺産の3億円は私が全てもらうからね。介護が終わった以上、あんたは用なしよ。今すぐに出て行ってちょうだい。早速来たか。
だが父の葬儀が終わった瞬間に行ってくるなんて本当にどうしようもないな。だがこちらだってすでに父が亡くなった後のことはすでに計画済みだ。私は満面の笑みを浮かべてこう言ってやった。ありがとう。待ってました。母は私の意外な反応に驚いていたが、私は気にせずに必要最低限の荷物をまとめた。私のものとかは全部売るからね。ふん、好きにすればいいわ。この家とあの人の3億円があれば私には何もいらないわ。死ぬまで遊んで暮らせるわ。そのように高笑いする母。よかったわね。まあ今を楽しんでいればいいんじゃない。母は負け惜しみねと嘲笑って私にそう言ったが、私はスルーして後日すぐに引っ越した。それから1ヶ月後、母から連絡が鬼のように来た。めんどくさかったが私は出ることに。もしもし。何？ちょっとどういうことよ。なんで私が家を追い出されなきゃいけないのよ。ああ、それは私があの家を相続したからね。どういうこと？お父さんはお母さんではなく私にあの家を譲ってくれたのよ。あの家はだいたい1億くらいで売れたわ。1億？そんなに高く売れたの？まあいいわ。私には相続する3億があるからね。え、何言ってるの？もう遺産の相続は全部終わったよ。どういうこと？私まだ3億円をもらってないわよ。そりゃそうでしょ。あなたはもう他人なんだから。忘れたの。あなたが昔、お父さんと喧嘩した時に離婚届に記入して突きつけてきた時のこと。結局、あの時は離婚しなかったけど、お父さんは何かあった時のために取っておいたのよ。それで亡くなる前にあなたとは離婚したのよ。だからあなたのもとには1円も遺産は入らないわけ。私遺産を当てにしてブランド品を買いまくったり、海外旅行で高級ホテルの予約もしちゃったのに。あらら、相変わらず金遣いが荒いのね。でもそれも終わりね。これからは一生働いて過ごしなよ。あんた、実の母親に向かってなんて口を聞くのよ。あんたは1億もゲットしたんだから、私の代わりにお金を払って新しい家も用意しなさいよ。ついでに私を会社の重役に置きなさい。はあ？何を言ってるの？あなたが母親らしいことを一つでも私にした。こういう時だけ都合よく親子関係を持ち出さないで。私はあなたのこと母親だなんて思ってないから。親子の縁も切れてると思ってちょうだい。それじゃあどうぞご勝手に好きなように生きてね。待ってよ。母は何か言っていたが、私は気にせず電話を切ってやった。そして着信拒否にし、会社に来ても通報するように受付に言っておいた。母はその後、遺産を当てにした贅沢によって持っていたお金が全部なくなっただけでなく、まだ支払いが済んでいないものの請求がどんどん来て、借金まみれになっているらしい。そのためパートをしながら返済をするという一生働く生活となったようだ。自業自得だし、本当にいい気味だ。一方、私は父の会社と部下たちを守るために日々一生懸命に働いている。毎日大変だがとてもやりがいがあるし、父とは違ったアイデアも出てきて、好奇心が止まらない。これからも私は仕事に行きながら、経営者として高みを目指していこうと思う。お前は家族じゃないんだよ。さっさとここから出ていけ。そう言って私を追い出そうとする義母。勝ち誇った顔をする義母だが、私がそれで困るとでも思っているのだろうか。
私は笑顔で分かりましたと言い、カバンから離婚届を取り出した。顔を真っ青にする夫。これからは全部あなたが負担することになるけど、頑張ってね。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して3年になる。だがよく3年も持ったと自分を褒めてあげたい。夫との結婚生活は、私が理想に思っていた生活とは違った。まず夫は家事を全くしなかった。料理は包丁を触ることが怖いと言って何もしてくれない。せめて掃除や洗濯をしてほしいと言っても、できないものはできないと言って、やろうとしないのだ。だから私がしびれを切らしてやらなければいけない。仕事で疲れた体に鞭を打って家事をするのは本当に大変で、毎日ヘトヘトだ。結婚当初からそんな生活を送っていた私だが、離婚をしなかったのにはある理由がある。それは夫と交際をしていた頃に遡る。私は父を幼い頃に亡くし、母子家庭で育った。母とは親子仲良くしながら、どんなことも二人で乗り越えてきた。だからこそ母とはとても濃い時間を過ごして絆も深かった。母は会社員として一生懸命に働き、私のことを養ってくれた。そんな母に恩返しがしたくて、私はいい大学に行き、いい会社に就職。そして就職してからは母を旅行に連れて行ったり、高級レストランに連れて行ったりした。そんな風に親子仲良く幸せな日々を過ごしていたのだが、私が30歳の時に母は心筋梗塞で倒れて、そのまま亡くなってしまったのだ。私は悲しみに暮れて絶望した。母にもっと親孝行をしたかったのに。まだ花嫁姿も見せていなかったのに。やり残したことがたくさんある状態で、母とお別れになってしまった。それからの私は本当に精神的にボロボロだった。仕事はしっかりとするが、家に帰ると寂しくて悲しくて毎日泣いていた。そんな中で出会ったのが夫だ。夫は取引先の担当者だった。前々から面識はあったのだが、私が元気がないのが気になっていたらしい。いつものように打ち合わせをしていると、打ち合わせ後にいきなりお昼に誘ってきたのだ。ここ、僕のおすすめの定食屋なんですよ。おかみさんが作る、温かい家庭料理という感じがするんです。そう言って私を定食屋に連れ出した彼。しばらく料理をする気にもなれなくて、ずっとカップ麺とかコンビニ弁当で済ませていたから、久しぶりに手の込んだ家庭料理を食べてとても感動した。大丈夫ですか？え？いや、なんだか元気がないなって思っていたので。彼にそのように言われて私は驚いた。仕事中は一切そういった落ち込んだり、悲しんでいる素振りは見せていないつもりだった。だけれど彼に見抜かれてしまい、私はそこで初めて誰かに話そうという気になった。このまま自分一人で抱えることは難しい。その日の夜、私の方から彼を居酒屋に誘い、すべてを話した。そうだったんですか。お母さんを亡くされていたんですね。私にとって本当に大事な存在だったので、失ってから今まで本当に辛くて、油断していると、悲しみに押しつぶされてしまいそうになるんです。私がそのように言うと、彼は優しく私にこう言った。そんな辛い思いをしているのに、話してくれてありがとうございます。よかったら、その苦しみを私にも分けてくれませんか？私に話すことで、少しでものぞみさんが楽になってもらえたらいいなって思っています。彼にいきなりそんなことを言われて、私の中で張り詰めていた糸が切れた。そして私は思いっきり泣いてしまった。なんだか危ないなと思っていたから、個室の席にしておいて本当に良かったと思う。彼は私にそっとハンカチを差し出してくれて、私の前では気にせず泣いていいですから、と言ってくれたのだ。
それから私たちは頻繁に二人で会うようになり、そして自然と交際がスタート。そして順調に交際を進めていき、結婚に至ったのだ。夫は悲しみに暮れていた私に、生きる希望を与えてくれた人だったのだ。だから私は夫のことが大好きだったし、簡単に離婚をしようとは思わなかった。家事をしてくれないだけで、性格的にひどいところがあるというわけでもない。すべてが完全な夫婦だって存在しないのだから、譲歩しないといけない部分はあるだろう。そのため、私は結婚当初から夫が家事を全くしてくれなくても、離婚には至らなかった。だがそんな中で私には、さらに結婚生活を続けるか迷うような存在が現れた。それは義母だ。義母は結婚当初から私のことを嫌っている印象があった。え、あなた母子家庭なの？しかももう親もいないなんて、なんか信用できないわね。結婚の挨拶でいきなりそんなことを言われて、私はびっくりしてしまった。その時は義父が、お前はなんて失礼なことを言ってるんだ、と怒ってくれたのでおとなしくなったが、この時から私は義母のことが苦手になっていた。そして義実家に遊びに行くと、義母は必ず私に嫌味を言ってくるのだ。まったく、地味な嫁をもらってマサトがかわいそうだよ。せめてもっとかわいい人だったらよかったのに。そんなことを私の目の前で平気で言ってくるので、私は本当に義母が嫌だった。そういう時も毎回義父が間に入ってくれるので、とりあえずは大喧嘩とかにならずに済んだのだが、つい最近、その義父が足腰を悪くして介護が必要な状態になってしまった。すると、義母が私たちに同居を迫ってきたのだ。私一人でお父さんの世話をしながら、家事もするのは無理なのよ。お願い、協力してちょうだい。義母は私たちにそうやって泣きついてきた。夫は放っておくことはできないと言い、私に同居をしようと同意を求めてきた。私は義母との同居は嫌だったが、状況が状況だ。義父にはいつも助けられてきたし、こういう時こそ身内が助けてあげないとと思った。私にすでに家族がいなかったからというのもあったと思う。いつ家族がいなくなってしまうかわからない。だから夫には後悔をしてほしくないと思い、私は同居を承諾したのだ。だがそれは案の定失敗だった。義母は同居を頼んできた時は優しかったのに、同居がいざ始まると私をいびってきた。どうしてあんたの方がマサトよりも帰りが遅いの？普通は嫁が先に帰ってくるものでしょう。そんなこともわからないのかい？私は独身時代に仕事をかなり頑張っていたおかげで、それなりにいいポジションについていた。だから残業をすることは当たり前の状態だったのだ。一方で夫は結婚してからわかったのだが、かなり給料が低かった。そして夫は昇進とかしていないので、結婚してからも収入は低いままだったのだ。だがそんな中で、私はいきなり義母から驚きの発言をされた。あんたはマサトよりも稼ぎが少ないのに、どうして仕事を続けているの？え？マサトの稼ぎがあれば専業主婦になれるでしょ。それなのに働いているってなんか怪しいわね。私は夫の方を見た。すると夫は慌てた様子で話に入ってきた。俺がのぞみにも働くように頼んでるんだよ。ほら、今後子供が生まれたりしたら金が必要になるだろう。そのための貯金をしてもらってるってわけ。夫がそのように言うと、義母は納得した表情を浮かべた。なるほどね。それならそうとあなたも早く言いなさいよ。ただびっくりしたような顔をして、意味わかんないわ。私がびっくりするのも無理はないだろう。私は夫をじっと見た。夫はとても気まずそうにしている。そして食事の後、私は寝室で夫を問い詰めた。さっきのお母さんの発言ってどういうこと？
稼ぎが多いのは私の方だよね。だから生活費も私が全て出しているんじゃない。それで将来のための貯金はあなたの稼ぎから貯めているでしょ。どうしてお母さんは全く逆の認識でいるの？私が問い詰めると夫は、そう、それは、と言い、もじもじしながら話し始めた。母さんにとっては俺が自慢の息子なんだよ。俺は勉強はできて、大学はかなりレベルの高い難関大学を卒業した。そんな俺を母さんはご近所とかに自慢して回ったんだ。だけど就職はなかなか決まらず、採用されたところでも給料は低いままだ。でも俺を周りに自慢している母さんが悲しむ顔を見たくなくて、嘘をついてるんだ。嘘ってどんな嘘よ？そう、それは俺が大手企業で勤めていることだよ。それで収入についても、のぞみの給料を俺の給料として伝えてるんだ。私は夫にそう言われて呆れてしまった。母親を大事にすることは素晴らしいことだ。だがそんな嘘をつく必要は果たしてあるのだろうか。頼む、母さんと父さんには本当のことは黙っていてくれないか。え、それってつまり私の方が給料が低いふりをしろってこと？そう、そうなるな。頼むよ。本当のことを言った方が楽になれる気がするけど。そこをなんとか頼むよ。男にはプライドってものがあるんだ。一体何のプライドなのかよくわからなかったが、夫は一歩も引く気はなさそうだった。だから私が折れるしかなかった。そして夫の言う通りに話を合わせていたのだが、義母による私への罵倒は日に日に耐えられないものとなっていった。学歴も収入も低いなんて本当にどうしようもないわよね。どうせあなたの給料を貯金したって大した額にならないんでしょ。本当は違うのに。私は喉まででかかったが、夫から視線を感じ言うのはやめた。だがそれから少し経って思いもよらない出来事が起きてしまった。それは義父が亡くなってしまったことだ。義父は介護が必要になってずっと家にいるようになってからも私のことを守ってくれていた。だがもう守ってくれる人はいない。そして義母はここぞとばかりに私のことを罵倒してきた。私は平日は仕事と家事に追われていて手伝えなかったが、土日は義父の介護もしていた。それなのにどうして罵倒されなければいけないのだろうか。そしてさらには義母はとある計画を立て始めた。せっかく遺産が入ったんですもの、新しく家を購入しない？もっと快適な部屋に住みましょうよ。義母はいきなりそのように言ってきた。もしかして義父が亡くなったのにまだ一緒に住むつもりなのだろうか。すると夫も義母の話にノリノリだった。いいね、そうしようよ。そして夫と義母は勝手に二人で不動産屋に通うようになったのだ。私は唖然とした。嫁である私には意見すら聞いてこないのか。そして夫は私が生活費をすべて支払っていることを忘れているのだろうか。せめて夫くらいは私のことを気にかけてくれてもいいものだが。しかし夫は新居を構えるということに浮かれており、私のことなど見えていない様子だった。そして夫と義母はついに新居を契約してしまった。まあ契約をしてしまったのなら仕方ない。私も引っ越しの準備のために荷物をまとめていた。だが引っ越しが近くなってきた頃、義母はいきなりとんでもないことを言い出した。あんた何してるんだい？まさかあんたも一緒に新居に行けるなんて思ってるんじゃないでしょうね。え？あの家は私とマサトのための家なんだよ。稼ぎも低くて家事もまともにできない女に住む権利はないんだからね。そう、そんな、私も家族として。お前は家族じゃないんだよ。さっさとここから出ていけ。そう言って私を追い出そうとする義母。この時私の中で何かが切れた。今までは夫が家族と仲良くできるように後悔しないようにといろいろと協力してきたが、もう我慢ならない。
勝ち誇った顔をする義母だが、私がそれで困るとでも思っているのだろうか。私は笑顔で「わかりました」と言い、カバンから離婚届を取り出した。そして私をかばうこともしない夫に突きつけてやった。顔を真っ青にする夫。どうして離婚届なんか。今までも私はあなたやお母さんに幻滅してきた。だからいつか許容範囲を超えてきた時にすぐに離婚できるように持ってたのよ。私がそう言うと義母がニヤッと笑った。ちょうどいいじゃないか、マサト。さっさとこんな地味な豊島女とは別れて、若くて綺麗な女を嫁にもらいな。あんたの稼ぎがあれば余裕で新しい相手が見つかるだろうさ。夫は顔を青くしたままだった。だが見栄を張ることをやめられなかったのか、離婚届にサインした。私はそれをカバンにしまい、まとめた荷物を持って最後にこう言ってやった。これからは全部あなたが負担することになるけど、頑張ってね。私の発言に夫はうつむき、何も知らない義母は勝ち誇った顔をしたままだった。こうして私の夫との生活は幕を閉じた。私はとりあえずビジネスホテルに泊まり、それから手頃な賃貸マンションの部屋を借りて、一人での生活を始めた。それから1ヶ月後、私のもとに見知らぬ番号から電話が。とりあえず出てみると、その相手は元義母だった。あ、のぞみさん。よかった、出てくれて。一体何の用ですか？私あなたとはもう他人ですし、話したくないんですけど。そんなこと言わないでちょうだいよ。あなたに助けてほしいの。やっぱり来たか。まさかあなたの方が稼ぎが上で、マサトがあんなに給料が低いだなんて知らなかったのよ。知っていたら私に対して嫁いびりをしなかったと。相手のステータスによって態度を変える人間ですって自白してるようなものですけど、いいんですか？そう、それは、とにかく私たちを助けなさいよ。月々の光熱費や水道代などが引かれたら、マサトの給料からローンを支払うことがかなり厳しいのよ。そりゃ今までは私が支払っていたしな。元夫の給料からだったら生活費だけでカツカツだろう。主人の遺産は頭金で使ってしまったし。私は前にちらっと購入する家について見たことがあったが、相当高い家だった。だから月々のローンも高額なのだ。とてもじゃないが元夫一人の給料じゃ支払えない。借金をしながらじゃないと、あの家には住み続けられないのではないか。だがもう私には関係のないことだ。何を言われても私にとっては他人事です。元夫にも言っておいてください。もう見栄を張るのは格好悪いからやめなって。それと、あなたも嫁いびりはやめた方がいいですよ。こうやって痛い目を見ることがあるんですから。ふ。それじゃあ。あ、ちょっと。義母が何やら叫んでいたが、私は気にせず電話を切った。そしてすぐに着信拒否をした。最後まで見栄を張って、結局自滅をしたなんて、元夫はどうしようもない人だ。付き合う前のあの心優しかった頃の彼は、もういないのだろうな。数ヶ月後、私は興味本位で元夫と元義母が住む家の前を通ってみたのだが、すでに売り家の看板が立っていた。まあ当たり前の結果か。そんなことを思いながら、私はいつもの日常に戻っていった。時々母のことを思い出して寂しくなるが、今はさらに仕事に打ち込んでおり、つい最近昇進もした。仕事が充実しているので、とりあえずは幸せな日々を送ることができている。恋愛や結婚はしばらくいいので、このままどんどん仕事に打ち込んでいきたいと思う。俺、これから月3万しか家に入れないから。え？どういうこと？俺の職場にさ、毎月の生活費は3万で済んでるやつがいるんだよ。ってことはさ、
3万程度で俺たちも問題なく暮らせるってことだろ。な、何を言ってるの。月3万でどう暮らせっていうの。友人はそれで生活ができてるんだ。1円も入れてないお前が文句を言うな。とにかくお前が今まで好き勝手やってきた分、俺も好きなようにさせてもらうからな。夫は私の話を全然聞いてくれず、自分の稼ぎを好きなように使い始めてしまった。私の名前はのぞみ、32歳の主婦だ。現在私は在宅で仕事をしている。もともとはパートをしている主婦だったが、生活が大変になってきたので1年前くらいから副業を並行してやっている。そして副業でだいぶ稼げるようになったので、パートを辞めて副業一本にしている。とはいえ家事はすべて私がやっているので、毎日本当に忙しい。時間に追われながら仕事をして、夫が帰ってくる前に晩ご飯を用意して、合間合間に掃除をしてっていう生活を送っている。最近はありがたいことに仕事が増えて忙しくなっているので、1分ですら貴重な状態だ。ただいま。あ、お帰りなさい。今ご飯作ってるからもう少し待ってね。ええ、なんだよ、まだできてないのかよ。疲れて帰ってきてるのに飯ができてないとかマジで萎えるんだけど。ごめんって。お風呂は沸いてるから先に入ってて。夫の正人とは結婚して4年になる。私たちは合コンで出会い、交際を始めて結婚に至った。夫は誠実で人が良さそうだと思ったのだが、だんだんと自己中心的な性格が目立っていった。まず家事を一切しない人だった。夫はずっと実家で暮らしていたようで、料理をしたこともなければ洗濯もしたことないらしい。そのため私に全て丸投げで、掃除とかも全然してくれなかった。最初は私が専業主婦だったので別に気にしなかったのだが、夫の給料じゃ2人で生活するのは難しいと思い、すぐにパートを始めた。そうなるとやはり全ての家事を全部自分でやるのは大変だ。でも夫に休みの日に軽く掃除とかをお願いしても、疲れてるしやり方がわからないと言われてしまい、全然手伝おうとしてくれない。そのためもう諦めて家事は全部自分がやると決めた。しかし夫は自分はやらないくせにいちいち文句をつけてくる。俺はハンバーグにはチーズも目玉焼きも乗っけてほしいんだよ。冷ややっこは醤油じゃなくて味ポンだろ。シャツだけどもっとピシッとできないの。アイロンがけしっかりしてよ。こんな風に小言とかを言われて本当に腹が立つ。じゃあ自分でやってよと言うと、俺は一家を支える大黒柱だぞと言って反論してくる。それならもっと大黒柱らしく稼ぎを増やしてよと思うのだが、それを言ったら大喧嘩になるので、それ以上は言えない。そもそも夫は在宅での私の仕事をよく理解していないようだ。私が仕事が忙しいと説明しても、お遊びみたいにパソコンをいじってるだけだろう、大した稼ぎでもないのに威張るなと一蹴してくる。家計は私が全て管理しているので、自分の稼ぎで生活は問題なくできていると思っているようなのだ。仕事から帰ってきたら何もしないでテレビを見て家でゴロゴロする夫を見て、私はいつもイライラする。しかも夫から私の稼ぎが少ないと思われているのもちょっと腹が立つ。夫に対して腹が立つのはやっぱり夫の収入が少ないからだろうなと思ってしまう。たくさん稼いできてくれる人だとちょっとくらい納得がいかないことがあっても、まあ稼いできてくれるしと自分を納得させることができると思う。まあ夫をパートナーに選んだのは自分だから、無理やりでも納得させるしかないんだろうが。そんな風にモヤモヤしながら生活していた時、ある日夫がまさかの発言をした。俺これから月3万しか家に入れないから。え、
夫の急な発言に私はびっくりして箸を落としそうになってしまった。どういうこと？給料が下がったとか、もしかしてクビ？私はそんな最悪な状況も想像した。だが夫はとんでもない話をしだした。俺、今までお前に搾取されてたって気づいたんだよ。え？俺の職場にさ、毎月の生活費は3万で済んでるやつがいるんだよ。ってことはさ、3万程度で俺たちも問題なく暮らせるってことだろ。な、何を言ってるの？お前に全部給料とか管理させて失敗したわ。これからは俺は自分の給料から3万しか渡さない。あとは俺のために使う。これは絶対だ。いいな。いや、よくないに決まってるでしょ。月3万でどう暮らせっていうの？家賃だって支払えないし、生活費だって3万じゃ足りなすぎるわよ。うるさい。俺はもう騙されないぞ。お前はずっと無駄遣いして俺の金をドブに捨ててたんだろ。そんなわけないじゃない。あなたの稼ぎで足りないから私も働いてるのよ。小遣い程度しか稼いでないのに、同等の位置にいるかのような話し方をするんじゃねえよ。友人はそれで生活ができてるんだ。1円も入れてないお前が文句を言うな。とにかくお前が今まで好き勝手やってきた分、俺も好きなようにさせてもらうからな。夫は私の話を全然聞いてくれず、自分の稼ぎを好きなように使い始めてしまった。服とかを買い漁ったり、やたらと後輩を誘って飲みに行っておごったり、まるで役職がついた高収入の人のような過ごし方だ。私は自分の稼ぎは将来のために貯金していたのだが、仕方ないので自分の稼ぎで二人の生活費を賄うようにした。生活費を稼ぐためにはもう少し仕事を増やさなければという気持ちがどうしても強くなる。だから私は仕事の受注を増やしたのだが、その分家事になかなか手が回らず、毎日かなり大変だった。うわ、もうこんな時間。ある日、仕事に集中していたら、いつの間にか18時を過ぎていて、夫がもう帰ってくる時間となってしまった。急いで作らなければと思ったが、さすがに仕事で疲れていて、今から作る気にはなれなかった。そして今日は出前を取ろうとピザを注文した。ただいまって、今日の晩飯ってまさかこれ？ピザを指さしながら、明らかに不満げな顔を見せてくる夫。ごめんね、ちょっと仕事が忙しくて作る暇なかったの。はあ？なんでだよ。お前いつも家にいてゴロゴロしてるくせに、忙しいわけないだろ。だから言ってるじゃない。私は在宅で仕事してるって。あのパソコンをただカタカタしてるだけのやつか。そんなもんで稼げてたまるもんかよ。小遣い程度しか稼げないのに威張るなって何回言えばわかるんだよ。本気で言ってるの？あなたが月3万しかくれないから私が2人の生活費を賄ってるのよ。嘘つくな。俺の職場の友人は3万でも余裕で暮らせるって言ってたぞ。それって家賃込みなの？実家で暮らしてるとか、家を購入してるとか、そういうからくりがあると思うんだけど。細かいことなんて知らん。でも実際にそれで生活ができている人がいるんだ。だからお前もその3万の中からやりくりしろよ。そんな、さすがに無理がありすぎる要求だ。お前は俺が養ってやってるんだから、それくらいやれ。ダメ嫁が。は？ダメ嫁だと？私は今までで一番腹が立った。ダメ嫁なんて言われて黙っていられるほど心は広くない。わかったわ。それじゃあ、あなたが言うように3万でやりくりするわよ。月3万という暮らしがどれだけ大変か分からせてやろうじゃないか。ただいま、今日の飯は何？今日はハンバーグよ。ふーん、そうか。って、なんだこれ。
肉の味があまりしないし、食感も肉っぽくないけど。ああ、豆腐のハンバーグだからね。と、豆腐？なんで肉じゃないんだよ。そうしないと予算を超えるからよ。はあ、どういうことだよ。十分に金は渡してるだろ。そうね、だから渡されたお金の範囲内での最大限の贅沢をしてるわ。夫は納得できないといった顔をしていたが、私は無視して食事を進めた。そして翌日はもやし炒めにご飯と卵の味噌汁を出した。さらにその次の日はかまぼこをお肉に見立てて甘じょっぱい味付けをしたものを丼ぶりにして出した。さらに次の日は納豆と白米と豆腐の味噌汁だけのメニュー。夫は日に日に機嫌が悪くなっていったが、私は気にしなかった。すると我慢の限界が来たようだ。いい加減にしろ。お前の嫌がらせは俺への当てつけか。こんな手抜き料理ばっかりしやがって。今まで俺の給料を好き勝手に使ってたのができなくなったから腹を立ててるんだろ。腹は立っているが理由が違うわよ。そもそも昔だってあなたの稼ぎじゃ贅沢なんてできなかったんだから。嘘をつくな。友人が3万で暮らせているのに俺の給料で贅沢ができないはずがないだろ。一回ちゃんとそのお友達に詳しく話を聞いたらどうなの。月3万で大人2人が生活できると思ってるなら、あなたお金のこと何も知らなすぎよ。湯水のようにお金が湧いて出てくる石油王とかじゃないくせに、なんでそんなに無知なのよ。はあ、無知なのはお前だろ。専業主婦は見えてる世界が狭くて困るわ。夫は私がいくら生活費のことを説明しても信じてくれず、それどころか私を罵倒してくる。一体どうすればこの分からず屋に現実を突きつけることができるのだろうか。そんな中、予想もしていなかったことが起きた。私が家にいる時に友人から連絡が来た。ねえ、これって正人くんだよね。友人から送られてきた写真を見て私はぎょっとした。そこは街中の広めのバーの中だったのだが、夫らしき人物が若い女と腕を絡めながら楽しそうに会話をしていたのだ。この友人は私が夫と出会った合コンに参加していたので、夫のことも知っている。広いバーで薄暗くもあったので、夫は友人がいることに気がついてなかったようだ。そして夫と若い女は腕を絡めながら店を出て行ったらしい。夫は今日は後輩と飲み会だって言ってた。嘘をついて若い女と会ってるって、これ完全に不倫だよね。私は怒りが頂点に達した。月3万しか家にお金を入れず、しかも私のことを散々罵倒しておいて、自分は他の女と楽しい時間を過ごしているなんて。かろうじて残っていた夫への愛情も完全に消えた。今は夫を地獄に落とすことしか頭にない。それからは私は興信所に依頼して夫の不倫の証拠を集めることに。そして数週間後、調査結果が届いた。夫の不倫の証拠写真は十分すぎるほどあり、弁護士に見せると確実に夫の有責で離婚ができるとのことだった。私はすぐに夫に証拠写真を見せて離婚届を突きつけた。あなた、私に隠れて不倫してたのね。最低。もうあなたを許すことはできないわ。離婚しましょう。夫は一瞬動揺していたものの、すぐに言い返してきた。は、そうだよ、不倫してたよ。だってお前全然ダメな嫁なんだもん。不倫相手は若いし可愛いし、お前みたいに金の使い方も荒くなさそうだからな。むしろお前と別れて彼女と一緒になった方が幸せだろうよ。そう、じゃあ問題ないわね。財産分与はなしでいいけど、慰謝料はもらうから。ああ、好きにしろよ。そう言って夫は離婚届にサインした。
こうして私たちの結婚生活は幕を閉じたのである。4年間一緒にいたのに、こんなにもあっさりと別れることになるなんて。だがあんな最低な夫とは別れてよかったと思う。私は離婚後は単身用マンションで暮らし始めた。文句ばかり言う亭主がいないので、家事も仕事に合わせて自由にできる。そのためストレスから解放されて、ものすごく快適な日々を送れている。こんなことならもっと早くに夫と別れればよかったと思ったほどだ。元夫はどうやらあの家に不倫相手を呼び、一緒に住み始めたらしい。きっと真実を知るのはもう少し先になるだろうが、元夫と不倫相手には必ず慰謝料を支払ってもらうので、元夫がどんなに泣き言を言っても法的手段を取ってでも絞り取るつもりだ。夫と離婚して一人での生活を始めてから1ヶ月が経った頃、元夫から鬼のように電話が来た。私が電話に出るとものすごく慌てた様子だ。もしもし、一体何の用なの？おい、お前、今までどうやって生活を回してたんだ？いきなり何よ。今の彼女にお前の時みたいに今月の3万って言って渡したら喧嘩になっちゃって、これっぽっちしかくれないなら出ていくって出て行っちゃったんだよ。あらら、それは残念ね。なんてひどい女だって思って、それから一人で暮らしてたんだが、全然金が足りないんだよ。そりゃそうでしょ。あんたその家の家賃は12万よ。手取り15万のあんたがそこに住みながらまともな生活を送れるわけないでしょ。でも友人は月3万で暮らしてるって。だからちゃんと話聞いてきなさいよって言ったでしょ。それに私ずっとあなたに言ってきたよね。月3万じゃ暮らせないって。それなのに全く聞く耳を持たずに私を罵倒しまくったあんたが悪いのよ。悪かった。だから戻ってきてくれ、のぞみ。はあ？あんたバカなの。私がそんな都合のいい女だなんて思わないでちょうだい。あんたのところになんて絶対に戻るわけないでしょ。それよりも慰謝料はちゃんと支払ってよね。そんな金あるわけないだろう。今のマンションを解約して安い家賃のところにでも住めばいいじゃない。とにかくあんたに金があろうがなかろうが慰謝料は要求し続けるから。そんな。その後私は元夫に慰謝料の請求の催促をしたのだが、なかなか支払ってもらえなかったので彼のご両親に連絡をした。すると元木両親は離婚したことさえ知らなかったそうで、元夫に大激怒。とりあえずは元木両親が慰謝料を元夫の代わりにまとめて支払ってくれたのでよかった。元夫は強制的に実家に戻らされ、元木両親の監視のもと、給料から立て替えた慰謝料分の支払いを強いられているらしい。遊ぶ金なんて当然あるはずもなく、毎日職場と実家の往復だそうだ。しかも私が結婚してた頃の話を元木両親にしたら、私たちが甘やかした結果だ、本当にすまなかったと謝ってくれて、今は元木両親が元夫に家事を無理やりやらせているそうだ。今まで好き勝手やってきた元夫にとっては地獄の日々だろうが、自業自得だ。これを機に世の中のことをもっとちゃんと知ってほしいと思う。一方、私は順調に在宅での仕事を続けることができており、貯金もかなり溜まってきた。元夫との結婚生活で唯一感謝してもいいなと思うところは、節約レシピをいろいろと開発できたことだ。そのおかげでものすごく食費を抑えることができている。ある程度貯金が溜まったら、投資に回してもっと資産を増やそうと思う。そしてセミリタイアして近い将来、悠々自適な生活を送るのが私の今の目標だ。あれ、
どうして来たの？もしかして建前で招待したのを本気にしたの？負け犬が招待されて本当に来るなんて。姉はそう言って高笑いをした。私はなぜこの結婚式にやってきたのかを教えてあげた。私が来たのは彼のご両親に招待されたからよ。するとその時、私たちにとある人物が声をかけてきた。これはこれは、わざわざお越しいただきありがとうございます。嘘、どうして？姉は信じられないといった様子で、私たちが会話をするのを見ていた。私の名前はのぞみ、28歳のエンジニアだ。私は今でこそバリバリと働いているのだが、昔はこんな風に活発に生きるタイプではなかった。というのも、私はいわゆる引きこもりだったからだ。きっかけは中学生の時のこと。クラスのリーダー格の女の子に目をつけられて、私はその子が中心にいるグループから嫌がらせを受けるようになったのだ。私は内気な性格だったので、嫌なことを嫌だとは言えず、ひたすら我慢していたのだが、どんどん嫌がらせはエスカレートしていき、私はついに学校に行けなくなってしまった。それからはほとんど外に出ることもせず、家で一日を過ごす日々を延々と続けるだけだった。その後、私はなんとか精神的に回復してきて、通信制の高校に通うようになる。それから少しずつ友達ができてきたりして、社会との関わりを持てるようになった。それまでは本当につらかった。私の人生が大変だった理由の一つに、ユカという姉の存在があった。姉は私の1歳上なのだが、蝶がつくほどの美人だったのだ。その可愛さはもちろん子供の頃からのことで、小さい頃から私は姉との差を感じさせられていた。例えば母と姉と3人で道を歩いていると、すれ違ったおばちゃんとかが、皆姉を見て、まあ、なんて可愛いお子さんなのかしら、と驚きの声を上げる。その後ちらっと私のことを見るが、何も言わない。そういったことは何度もあった。他にも小学生の時は、同級生の子から、のぞみちゃんって、お姉さんと全然似てないよね。お姉さんはとっても可愛いのに、なんて心ない言葉を言われたこともある。子供ながらに私はたくさん傷ついていた。そしてそんな風に周りからちやほやされた姉は、いつからか私をバカにしてくるようになった。あんたって私の引き立て役よね。一緒にいればいるほど私の株が上がるわ。あんたは一生私のバーターよ。姉は表の顔と裏の顔をうまく使い分けていた。ユカさんって本当に優しくて美しくて完璧な人だよね。あんな素敵なお姉さんが家にいるなんて羨ましい。お前の姉さんって家でどんな感じなの？家でも絶対可愛いよな。パジャマ姿とか見て。男子キモいよ。クラスの人たちはみんな姉の話ばかりしてきた。みんな姉から挨拶をしてもらったり、話しかけてもらっていたらしい。姉は外面がとても良くて、他人にはいつも笑顔で天使みたいな振る舞いをする。だから周りの人たちからとても好かれてるのだ。だが家では本当にひどい人なのだ。あんたのクラスの男子って気持ち悪いの多いよね。女子もパッとしない芋女が多いし。ま、でもあんたが一番地味だけどね。姉はそうやって他人の悪口を言い、最後に私をけなして締める。だが表の顔が完璧すぎるから、誰も私の言うことなんて信じない。前にあまりにもみんなが姉を褒めているから、一度だけ姉が家では悪口を言っているとみんなに言ったところ、逆に私が責められたのだ。ユカさんに嫉妬してるんでしょ？ブスが美人の姉に嫉妬して、そういうことを言うのって痛いよな。一瞬にして私が悪者になり、それからは私は絶対に自分の意見を周りに言わないようにした。姉は小学校高学年、
中学生へと進級していくにつれて、どんどん可愛さに磨きがかかっていった。それに伴い、周りからの評価もどんどん上がっていく。たくさんの人から告白をされていて、私の同級生は私に姉の連絡先を聞いてくる人もいるくらいだ。静かに穏やかに暮らしたい私にとって、そういった人たちに絡まれるのは本当に迷惑だった。しかも姉から断るように言われているから断っているのに、彼らは私に文句を言ってくるのだ。ケチケチしないで教えろよ。お前の連絡先を聞いてるわけじゃねえんだよ。別に姉の肩を持つわけではないが、自分で直接聞きに行けないあんたたちが姉に相手にされるわけないだろうと思ってしまう。そしてそんな中、私が中学1年生の後期くらいの時、いきなりクラスの人たちから嫌がらせを受けるようになった。嫌がらせはどんどんエスカレートしていき、私は学校へ行けなくなってしまったのだ。姉はそんな私を見て、引きこもりとかマジでキモい、あんたの姉だということが恥ずかしいわ、などと言って罵倒してきた。あんたの人生終わったね。ニートとかマジでダサすぎるから。姉は顔を合わせると、毎日のようにそうやって私をバカにしてきた。だが幸い、親は私に優しかった。辛いことがあったんだ。無理して学校に行こうとしなくていい。学校だけが人生のすべてじゃない。あなたにはあなたが輝ける場所があるわ。親がそうやって優しい言葉をかけてくれたことは、何よりの救いだった。親は私と姉を差別することはなかった。もちろん姉はそんな親も手玉に取ろうといろいろと作戦を考えていたようで、たまに親も姉の策略に知らないうちに引っかかっていたが、基本的に私たちを平等に接してくれていた。一方で私と姉の関係は日に日に悪くなっていった。姉は引きこもりである私が本当に気に入らないらしい。食事は私が一緒の時はすぐに食べてそそくさと自分の部屋に行ってしまうし、姉の友達が遊びに来る時は、あんたは自分の部屋から出てくるんじゃないよ、と言ってきた。姉は人気だったから、よく放課後に家に友達を連れてきていて、その度に私は息を潜めていなければならず、さらにトイレに行くことも許されなかったから、いつも姉が学校から帰ってくる前に、必ずトイレに行っておかなければならなかった。その後、姉は高校生になるとメイクもするようになり、さらにモテるようになった。この頃からは彼氏とかもよく家に連れてきていた。姉が彼氏を連れてきた時に、たまたま私が今で鉢合わせたことがあったのだが、その時の姉の彼氏に、うわ、居候でもいるの、と驚かれたこともある。姉はその時私を睨みつけた後、引きこもりの妹でね、まあちょっとかわいそうなんだ、と私をバカにするように説明した。この時、私はすごく腹が立ち、引きこもりの状況から脱却してやろうと思った。そして勉強を頑張り、通信制の高校に通うことにしたのだ。通信制なので、基本的に今までと変わらず家にいることの方が多いのだが、それでも登校日もあるので、その時に他の生徒と関わる機会があった。その時のクラスの人たちがすごく優しくて、私は救われた。中学の時の嫌がらせと姉のせいで、すっかり人間不信になっていたからだ。通信制の高校では久しぶりに友達もできて、たまに街で遊びに行ったりもするようになった。姉と関わったことがある人が一切いないので、みんな私とのことについてしか話さない。そんな環境に身を置けたことがすごく良かったと思う。少しずつだが、傷ついた心が癒えていくのを感じた。それから私は高校を卒業後に、通信制の大学に通うことにした。実は私は引きこもっていた頃に、父親がプレゼントしてくれたパソコンを使って、独学でプログラミングの勉強をしていた。日中にすごく時間があったからなんとなく始めてみたのだが、
思っていた以上に自分に合っていたようで、それからずっと続けていたのだ。だから大学ではエンジニアになるための技術が学べる大学に通おうと思ったのだ。するとそこでも通信制の大学があったので受験をしてみた。見事に合格し、私は大学生に。ちなみに姉は高校を卒業後に美容系の専門学校に進学。そこでもモテモテで、年上の彼氏がいたようで、毎日のように学校に車で送ってもらってたんだとか。専門学校に進学したと同時に、姉は一人暮らしを始めたので、私は姉と離れて住めるようになって、歓喜したのを覚えている。それくらい私の中で、姉の存在は苦手なものになっていたのだ。それから大学を卒業した私は、エンジニアとして就職をした。その頃には昔の傷もすっかり癒えていて、私は一生懸命に社会人として働き始めた。親は引きこもりだった私が、立派に社会人になってくれてよかったと、涙を流しながら喜んでいた。本当は私が引きこもっていた時は、とても不安だったのだろう。私は親にたくさん恩返しをしたいと思い、仕事をどんどん頑張って稼いでいこうと思った。一方、姉は専門学校を出てからは、読者モデルをしながら、彼氏の家に転がり込んでいたらしく、その時の彼氏の収入とモデル業の収入で、豊かな生活を送っていたそうだ。まあそうは言っても、姉がやるモデルの仕事は、小遣い程度の金額だったらしいが、それでもその恵まれた美貌のおかげで、裕福な暮らしができているのだから、それも才能だとは思う。私は私の道を進むと、その頃には私自身の意思がはっきりしていたので、姉がどう生きていようがあまり関係はなかった。それからエンジニアとして、がむしゃらに働くようになった私。そんな私に、ある日運命的な出会いが訪れた。それは取引先の担当者のマサトという男性だ。彼は大手企業に勤める優秀な営業マンで、私がいる会社にもよく営業に来ていた。私もたまに彼と仕事をすることがあったのだが、とても爽やかで、笑顔が素敵で仕事ができる人だった。私は彼に一目惚れをしていて、ある日私は自分からつい食事に誘ってしまった。彼への思いが溢れていたのか、うっかりと、マサトさんと食事に行ったら楽しそう、と言ってしまったのだ。やばいと思って慌てていると、彼はニコッと笑い、ぜひ行きましょう。俺ものぞみさんとなら楽しめそうです、と言って連絡先を交換してくれたのだ。それから私たちは何度か食事に行き、デートにも行くようになった。そして彼から告白をされて付き合うことに。順調に交際を続けていった私たち。現在は付き合って1年半ほどが経っている。私は28歳で彼が30歳だったので、そろそろ結婚を意識してもいい頃だ。そんな中、私が彼と記念日にイタリアンで食事をしていると、たまたま姉と会ってしまったのだ。あれ、もしかしてのぞみ？え、この人ってのぞみの彼氏さん？私を見つけた時、バカにするような蔑んだ目をしていた姉は、マサトに気づくとすぐに猫をかぶり、外面がいい時のビジネス笑顔に切り替えた。はじめまして、のぞみの姉のゆかです。どうもはじめまして、マサトと言います。マサトさん、かっこいいですね。え、本当ですか？ありがとうございます。こんな高いイタリアンに来るってことは、相当優秀な方なんですね。いやいや、僕はただの営業マンですから。でも見ただけでわかりますよ。大手企業で働いてるんじゃないですか？ええ、まあ〇〇という会社なので、それなりに。ええ、すごい。やっぱり大手じゃないですか。のぞみはすごくいい人を彼氏にしたのね。姉としても鼻が高いわ。それじゃあ邪魔をしてはいけないから、私はこれで。
ええ、それでは。姉は彼のことをべた褒めしながらも、あくまで私の彼氏だということを強調した。こういう駆け引きのうまさも姉がモテる要因だろう。実際マサトはそれからずっと姉のことばかり聞いてきた。せっかくの記念日だったのに、私はすごく残念な気持ちになった。そしてそれからというもの、だんだんとマサトは私と会ってくれなくなった。仕事が忙しいとか、上司から飲みに誘われてとか、接待があってなど言って、私からの誘いを断るようになったのだ。私はとても嫌な予感がしていた。そして悲しくもその予感は的中した。ユカと付き合うことになったから、別れてほしい。マサトからいきなり来たライン。ユカが姉であることは聞かなくても分かった。もう私がつけいる隙はないようで、身を引くしかなかった。私がマサトと別れると、姉から電話がかかってきた。のぞみ、ごめんね。なんだかマサトさんを奪っちゃったような形になって。ような、じゃなくて奪ったんでしょ。人聞きの悪いこと言わないでよ。私は姉としてマサトさんと仲良くしてただけよ。そしたら彼の方から私と付き合いたいって言ったんだから。まあ、あんたみたいな元引きこもりの底辺よりも、私との方が幸せでしょ。あんたにマサトさんの相手は荷が重すぎるのよ。じゃあ、私の幸せを祈ってね。そう言って姉は電話を切った。ふざけるな。誰があんたの幸せなんか祈ってやるものか。それから私は悲しみをかき消すように仕事に打ち込んだ。私は心機一転したくて会社を辞めて起業をした。最初はなかなかうまくいかなかったが、がむしゃらに働いたおかげもあってか、1年後に急に利益が出始め、それから右肩上がりに業績が伸びていった。社員も一気に増え、注目のベンチャー企業としてビジネス雑誌にも取材記事が載るように。あの頃の昔の引きこもりだった私には想像もつかないような日々を送っている。その後も私はひたすら仕事に打ち込んだ。あっという間に3年が経ち、私の会社はさらに大きくなった。そんな中、私の家にとある結婚式の招待状が届いた。それはなんと姉とマサトからだった。どうやら彼らは結婚することになったらしい。ようやく忘れかけていた時に、タイミングが悪いなと思っていると、姉から電話がかかってきた。あ、もしもし。招待状届いた？ええ、届いたわよ。私とマサトさんの晴れ舞台だから。招待してあげたんだから感謝しなさいよね。別に感謝することは何もないけど。うわ、怖。そうやって愛想が悪いからモテないのよ。とにかく招待はしたからね。私とマサトさんを祝ってね。そう言って勝手に電話を切った姉。どうせ勝ち誇った顔をしているのだろう。私はため息をついて家に入った。すると後日、また郵便ポストに結婚式の招待状が届いた。しかも姉とマサトの結婚式の招待状だった。だが送り主が違った。そこで私は、とある事実を知ることになったのだった。それから数ヶ月後、私は姉とマサトの結婚式に参列した。両親とも久しぶりにそこで会った。今まで姉と会いたくなくて、私はこの3年間の間、一度も帰省していなかった。両親は私を見かけると駆け寄ってきて、久しぶりに私の顔を見れたことを喜んでいた。忙しいかもしれないけど、たまには顔を見せてね。母にそう言われ、少し申し訳なくなった。両親はその後、親戚へ挨拶に行った。私は結婚式の招待状を送ってくれた人物に会いに行こうとした。するとウェディングドレス姿の姉が、私の目の前に現れた。あれ？どうして来たの？もしかして建前で招待したのを本気にしたの？招待状を受け取ったからね。
負け犬が招待されて本当に来るなんて。姉はそう言って高笑いをした。あんたって本当に変わってるよね。普通元彼と姉の結婚式なんて来るの嫌じゃないの？本当おかしい人だわ。そうやってバカにしてくる姉。私はなぜこの結婚式にやってきたのかを教えてあげた。私が来たのは彼のご両親に招待されたからよ。あんた何を言ってるの？つくならもう少しまともな嘘をついてよね。するとその時、私たちにとある人物が声をかけてきた。これはこれは、わざわざお越しいただきありがとうございます。ああ、どうもお久しぶりです。本日はご招待していただきありがとうございます。嘘、どうして？姉は信じられないと言った様子で、私たちが会話をするのを見ていた。私に話しかけてきた人物、それはマサトの父親だ。マサトの父親は会社を経営しており、私は彼の会社と深い関係にあった。新婦のユカさんとはお知り合いですか？ユカは私の姉です。そうだったんですか。でしたら招待状が重複して送られてきたのではないでしょうか。知らずに送ってしまい大変申し訳ございません。ああ、いいんですよ。姉は私を貶めるために送っていたそうなので。どういうことでしょうか。実はマサトさんは私ともともと付き合っていたのですが、姉と浮気をしたんです。そんなマサトが浮気を。バカ息子が本当に申し訳ございません。私たちはちょうど新郎の控え室の前で話をしていた。だからマサトの父親はすぐにマサトを呼んできた。なんだよ父さん、いきなり呼びつけてって。のぞみ？お前のぞみさんだろうが。この方はな、私の会社の筆頭株主なんだぞ。父親の言葉に絶句するマサトと姉。そんな、のぞみが筆頭株主。そうだ、お前は次期社長になるべく、つい最近私の会社に入ったばかりだから知らなかったのだろうが、のぞみさんは私の会社にとってとても重要な存在なんだ。それをお前ってやつは、のぞみさんとお付き合いしていたのに、その姉と浮気をするなんて。ちょっと待ってくれよ父さん。それは3年も前のことで。うるさい。浮気をしたことは事実だろう。言い訳してないで反省をしろ。マサトは父親に怒られてたじろいでいた。すると姉が逆ギレをして私に怒ってきた。ちょっとのぞみ、あんた何をやってるの？このまま私の結婚式をぶち壊すつもりなの？声を荒げる彼女だったが、私は決して動じなかった。私はただ招待されたから来ただけよ。私は事実を報告しているだけなの。そしてあのことについての真実も今話そうかしらね。あのことって何よ。私が中学の時に嫌がらせを受けて不登校になった時の話よ。あなたは散々私が引きこもっているのを恥ずかしいとか悪口を言ってきたけど、私がクラスメートから嫌がらせを受けるように指示したのはお姉ちゃんだったそうね。何の根拠があってそんなことを言うのよ。私今会社を経営してるんだけど、たまたま面接の時に私に嫌がらせをしてきた人が受けに来てたのよ。彼女は私が社長だと知って絶句してて、その時にお姉ちゃんの指示で嫌がらせをするように言われたって。そうすればあなたの好きな人と付き合えるようにしてあげるって言われたって私に説明したのよ。そんな、私はそんなことは。しらばっくれないで。お姉ちゃんが私の中学時代を、青春を潰したんだよ。それなのに毎日私を罵倒して、どういう気持ちでそんなことをしてたの？本当に信じられない。私の話は、新郎側の控え室にいた人たち全員に聞こえていたようで、
姉は冷たい目で見られていた。そしてマサトさえも姉を蔑むような目で見ていた。ユカ、そんなことをしていたなんて最低だな。結婚はなかったことにしよう。そんな、いきなりそれはないわよ。いや、俺はこのまま君と結婚したら不幸になる気がする。だから結婚式は中止だ。そんな。その場にへたり込む姉。マサトは自分のことを棚にあげているが、私は彼への制裁も忘れてはいない。私は筆頭株主としてマサトの父親に彼を移動するように命じた。マサトはすぐに地方の田舎の部署に左遷されることになった。しかもそこには超厳しいおつぼねさんがいるらしく、マサトは毎日いろいろと細かく指摘されて精神的につらい日々を送っているそうだ。そして姉に関しては今回事実を初めて知った両親から感動された。また姉は友人を頼ったが、彼女たちはうすうす姉の本性に気づき始めていたようで、今回すべてが明るみになり姉と付き合うことをやめたそうだ。姉は結婚を機にバイトを辞めていたので、今は一気に借金まみれの貧乏生活を強いられているらしい。本当にいい気味だ。一方、私は仕事がとても楽しいので、これからも仕事に打ち込みながら、部下の生活を守っていこうと思う。はあ、里帰り。じゃあずっと実家にいればいいんじゃね。金も稼げない寄生虫の顔なんて見たくないんだよ。そう言って高笑いをする夫。大丈夫、もう見ることないから安心して。は。私がそう言うと夫は動揺しているようだった。嘘だろ。どうしてお前が。私の名前はのぞみ、33歳の主婦だ。夫のマサトとは結婚して3年になる。私たちの出会いは合コンで、推しに弱い私は彼の積極的なアプローチに押されて交際がスタートした。それから1年ほど交際を続け、彼からプロポーズをされて結婚することになった。結婚したら家庭に入ってくれ。彼にそう言われ、私は結婚を機に今まで働いていた会社を退職することにした。寿退社だったので、みんなからとても祝福され、結婚式でも盛大に祝ってもらい幸せを感じた。そして夫婦となり一緒に住み始めた私たち。私は家庭に入ってほしいと夫に言われていたから、しっかりと家事をこなさなければなと思った。だから一生懸命に掃除をして料理も頑張った。最初はとてもうまくいっていたと思う。この煮物すごくうまいな。ほんと、ありがとう。また作ってくれよ。うん、もちろん。家もすごくきれいだし、毎日こんなおいしい料理が食べられて幸せだよ。夫は私の家事が素晴らしいと満足そうにしていて、よく感謝をしてくれた。そんな風に夫に喜んでもらえることはとても嬉しくて、私はさらに家事を頑張った。お弁当も凝ったものを作ったし、休みの日にはお菓子作りにも励んだ。デザートまであるなんて最高だな。本当、のぞみと結婚してよかったよ。そう言ってくれてありがとう。私もマサトと結婚できて嬉しいわ。結婚してからの1年間はとても幸せだった。新婚だからというのもあるのだろう。どんな些細なことも楽しく感じたし、夫が働きに出て私が家事をするというのがうまくはまっていたように思う。だが結婚して2年目に突入し始めた頃から、少し夫の態度に変化が現れ始めた。きっかけは夫が課長に昇進をしたことだった。聞いてくれ、のぞみ。俺はついに課長に昇進したぞ。え、本当に？おめでとう。早速お祝いだ。うん、そうしよう。そう言って夫は私を連れて高級寿司屋に連れて行った。マサト、ここはいくらなんでも高級すぎない。
そのお店はテレビでも何度も紹介されているほどの名店で、値段がものすごく高いことでも有名だった。だが夫は気分が良くなっているので、すでに予約も取っていたようで、気にせず私を連れて中に入ってしまった。せっかくの俺の昇進祝いなんだから、これくらいの贅沢をさせてくれよ。夫にそう言われてしまっては私も断れなかった。まあ、一回くらいならいいか。これからの食費を私がうまく節約していけば問題はないだろう。そう思いながら私も夫と一緒に高級寿司を楽しむことにした。さすがに名店なだけあって、お寿司はすごく美味しかった。だが夫はまるで回転寿司屋に来たかのようにたくさん食べて、さらにはお酒もたくさん飲んでいた。そのためお会計を見て私はぎょっとした。二人合わせて25万もかかったのだ。予想以上の金額に私は困惑した。これは相当食費を削っていかなければ。でも夫がとても満足そうにしていたので、夫自身へのご褒美ということにするかと割り切ることにした。この時はまさか夫があんな風になってしまうとは思いもしなかった。昇進祝いのお寿司で散財をしたので、私はなるべく食費の節約に励んだ。すると少し経った頃に、夫からこんなことを言われた。なあ、何か食事が質素になってないか？え、そう。私は少しとぼけた。確かに質素にはしている。だが夫にはバレていないだろうと思っていた。しかし夫は日々の食事のメニューが少なくなっていたり、似たもののレパートリーが増えたと主張してきた。俺は課長になったんだぞ。どうしてこんなに食事が貧乏くさいんだ。普通は今までよりももっと豪勢にするべきだろ。お前は俺のことをなめてんのか。夫はだんだんとヒートアップしていき、顔を真っ赤にしてそのように叫んだ。私は夫がいきなりそのように怒り出したのでびっくりしてしまった。そんなに怒らなくてもいいじゃない。それに舐めてなんかいないわ。私はこのままではいけないと思い、正直に話すことにした。この前の昇進祝いのお寿司が予想以上に高かったから、今は節約をしているのよ。はあ、節約。そんなもんいらねえよ。え？俺は昇進したんだぞ。それはつまり給料が上がったってことだ。昇進祝いは高かったのかもしれないが、そんなのいつでも取り返せるんだよ。それよりも、もっと日々の食事をうまいもん食わせろ。ストレスのかかる仕事が増えるんだから、食事を良くするのは基本だろ。あとビールも今までのよりランクを上げとけよ。これからは必ず肉をメニューに入れろ。お前は専業主婦なんだから家事を完璧にこなせ。夫はそのように上から目線で命令してきた。私はまだ言い返したかったが、先ほどのように鬼の形相で怒られたら怖いと思い、ただ従うしかなかった。それから私は夫に言われた通りに品数を増やして、お肉も必ず入れた。またビールも今までよりも高いものを買うようにした。毎回スーパーで買い物をするたびに高いなと感じながら、私は家に帰り晩ご飯の支度をする。私はあまり贅沢をするということに慣れていない。もともと倹約家だった両親に育てられてきたからだ。そして母が8年前に亡くなり、父も5年前に亡くなっている。私にはもう親はいなくて、親の教えとか思い出とかそういうものがより強く残っているのだ。たまに楽しんだりする贅沢はいい。だが生活水準を上げてしまうと、下げるのはなかなか厳しくなる。人間、一度甘い蜜を吸ってしまうとそこから抜け出せなくなるものだ。浪費というのも、ほんの少しの連続でどんどん積み重なっていく。私は親からコツコツと積み上げていくこと、そういったことを教わってきたので、夫が心配でならないのだ。しかし、前回のようなことがあるので、
私は夫への対応をとても慎重にすることにした。夫はお金を使うことにこだわりを持っているようだ。だからそれを頭ごなしに否定してはならない。課長になったことで、ステータスが上がったという実感が欲しいのだと思う。私は夫が気づかないレベルで節約をしようと考えた。最初は、お肉を特売日にまとめて買って小分けして冷凍保存しておくとか、八百屋に行って野菜を買うとかそういうことをした。また私のスマホを格安シムに変更したり、私の車を売ったりなど、固定費も節約していった。そのおかげで数万円ほど月々節約することができた。そして私自身もプチプラの服や化粧品を買うようにしたし、なるべくお金を使わない日を増やしていった。料理も私はレシピをたくさん調べて、安くても見栄えがいい料理を作ったり、味を研究しておいしいものを作っていった。夫の目はうまくごまかせているようで、それからは特に何も言われなかった。それどころか、ちゃんと言われた通りのことができるじゃないか、と褒められた。これならこの前の昇進祝いのお金を取り戻せるだけではなく、貯金もできそうだ。私はそう思いながら、私は継続して節約をしていった。だがそんな私の努力が水の泡になることが起きた。それはある日の休日のことだった。夫は午前中に買い物に行ってくると言って、上機嫌に家を出て行った。一体何を買いに行ったのだろうか。私は疑問に思いながら、お昼ご飯を一人で済ませて家でくつろいでいた。すると昼過ぎに夫が帰ってきた。お帰りなさい。おう、どうだ。これ、かっこいいだろう。え。そう言って夫が見せてきたのは、なんとゴルフクラブのセットだった。どうしたのこれ。買ったに決まってるだろ。嘘。夫が買ったと言っているゴルフクラブは、かなり高そうだった。しかも何本も入っていて、私は嫌な予感がした。これ全部買ったの？ああ、もちろんだよ。いい買い物をしたよ。満足そうにしている夫。私は何よりも値段が気になっていた。ちなみにそれは全部でいくらだったの？私がそう聞くと、夫はニヤッと笑いながらこう答えた。聞いて驚くなよ。全部で60万だ。え、60万。私は驚愕した。ちょっと高すぎじゃない。いやいや、本気で始めるのならこれくらいのを買わないと。え、ちょっと待ってよ。もしかして初めてゴルフをするの？ああ、初めてだよ。だったらもっと安いセットから始めた方が良かったじゃない。だから本気で始めるのなら最初からいいのを買うべきなんだって。これで俺は接待でも恥ずかしくないぞ。早速ゴルフ教室に予約をしよう。え、打ちっぱなしで自分でやってみることから始めなよ。教室に習いに行ったら、そこでまたお金がかかるでしょ。ゴルフクラブでかなり使ったんだから、そこは。私がそう言うと夫はめんどくさそうな顔をした。ああ、もううるさいな。俺の稼いだ金だぞ。専業主婦のお前が、俺のすることにケチをつけるな。お前は黙って家事をしてればいいんだ。俺に養われているということを忘れるんじゃねえぞ。そう言って夫は自分の部屋に入っていってしまった。私は一人居間でため息をついてソファにへたり込んだ。せっかく貯金ができ始めたというのに振り出しどころかマイナスだ。夫は課長になってかなり給料が上がったと思い込んでいるが、実際はそこまでではない。もちろん新入社員の頃から考えると上がっているだろうが、夫が今しているような贅沢はできない。そこまでの稼ぎは夫にはない。だが夫は完全に自分が高収入だと思っているようだ。そして傲慢になり、
私に対してありえないほどひどい態度をとっている。私はこの人と結婚生活を続けて大丈夫なのかと思い始めた。だがそんなタイミングで、私は妊娠していることが判明した。おお、妊娠したのか。まあ俺はどんどん出世していくし、せがれくらいいないと男じゃないよな。立派な息子を産んでくれよ。そう言って妊娠を祝福する夫。だがその言葉は、まるで女の子は認めないといったような感じだ。私は少しずつあらわになっていく夫の本性に、どんどん幻滅していった。そして私のお腹が大きくなって体が思うように動かせなくなっても、今まで通りの家事を要求した。おい、まだ晩飯できてないのかよ。ごめんなさい。ちょっと体調が悪くて。俺は忙しく働いて疲れてるし、腹が減ってんだぞ。専業主婦なんだからちゃんとしろよな。夫はそう言ってソファにドカッと座った。そして寿司の出前を取っていた。だが私の分もあるのかと思ったら、自分の分だけだった。お前は自分で用意しろ。この寿司は俺だけのもんだ。ビールと寿司で満足そうにしている夫。こんな状態では安全に子供を産めない気がする。また夫は私の体調なんて気にすることなく、最近はどんどん帰りが遅くなった。いつも酒に酔っ払っていて、妊婦の私が介抱をするというおかしな状況が続いている。そんな中、私は洗濯をしようとした時に、夫のワイシャツの襟元に口紅のような赤い色の跡を見つけた。これってまさか。もちろん夜のお店に行った可能性もある。だがなんとなくここ最近の夫の態度などを見ていると、不倫をしているのではないかと疑うものが多かった。もし不倫をしているのなら、もう無理だ。私は更新所に調査を依頼しようと思った。そしてそんな中、夫との関係がもう修復できないようなことが起きた。今日検査行ったら順調だって。ああ、そうか。それで性別なんだけど、女の子みたい。は、女の子。夫はそう言うとつまらなそうな顔をした。ふざけんなよ。え？俺は立派な息子を産めって言っただろ。なんで女なんて産んでんだよ。そんな。夫はそう言って出かけてくると言って、家を出て行ってしまった。ああ、もうこの人と一緒にいるのは無理だ。そう思う自分がいた。そして私は次の日に帰宅してきた夫にこう言った。里帰り出産として実家に帰るから。はあ、里帰り。夫はそう言っていぶかしげに私を見た。そして何かを考えた後、夫は一瞬ニヤッとなりこう言った。じゃあ、ずっと実家にいればいいんじゃね。金も稼げない寄生虫の顔なんて見たくないんだよ。そう言って高笑いをする夫。きっと私がいなくなれば、ここに女性を連れ込めると思ったのだろう。大丈夫。もう見ることないから安心して。は。私の返答の意味がわからず、首をかしげる夫。とりあえずもう荷物はまとめてるから私行くね。うん、ああ。私は何か言われる前に荷物を持って家を出た。そしてすぐにタクシーを拾って実家に帰った。実家といっても、厳密には父がもともと所有していた投資用の高級マンションの部屋である。ここは以前は貸し出していたのだが、私が相続してからは貸し出してはいない。いつか子供が生まれた時に、夫にサプライズでこの部屋があることを教えて、引っ越そうと思っていたからだ。だがそれも、私が離婚後に住むための部屋になったというわけだ。私はそれから、数日ほど引っ越し先の家でゆったりと過ごしていた。夫からは家事をしに帰ってこいと言われるかと思ったが、きっと女性を連れ込んでいるから連絡をしてこないのだろう。案の定、夫は油断したようで、自宅に女性を連れ込んでいる写真が、
更新所の調査で何枚も手に入った。これで全部カードは揃った。私は準備が完了したので、夫が住む家に内容証明を送った。すぐに夫から電話がかかってきた。おい、内容証明だなんてものお前が送ってきたのか。ええ、そうよ。どういうつもりだ。俺が不倫、くだらないにも程がある。そんな嘘をでっち上げて旦那を困らせてどういうつもりだ。嘘なんかじゃないわよ。ちゃんと証拠はあるの。ガールズバー勤務のゆかちゃん、かわいいわね。え、私がそう言うと夫は動揺しているようだった。私がそこまで調べ上げているとは思っていなかったようだ。嘘だろ。どうしてお前が。更新所に依頼したのよ。意外とあなたは尻尾を出さなかったけど、私が撒いた餌に引っかかって見事に最後は尻尾を出してきたわ。もう言い逃れはできないから。あなたとは離婚をするし、もちろん慰謝料も支払ってもらうわ。私がそう言うと夫は開き直った。は、どうせ俺と別れて慰謝料をもらったところで、お前が俺よりも貧しくなることは変わんねえんだよ。そうかしら。あなたには言ってなかったけど、私、実はかなりの額の遺産を相続しているの。は、遺産。ええ、私たちが付き合う前に、親がどちらも亡くなっていることは知ってるでしょ。私の父は投資に力を入れている人でね。まあ、正直とんでもない額の遺産を残してくれてたの。だけどそのことを先に言ってしまっては、お金に目がくらんで私自身をちゃんと見てくれないんじゃないかと思ったの。嘘だろ。俺に不倫されて悔しいから、そんなことを言ってるんだよな。はあ、仕方ないわね。私はビデオ通話に切り替えて家の中を見せてあげた。私が住む階は30階なので、今の時間は夜景がとても綺麗なのだ。え、そんな、まさか。夫は私が窓の外の夜景を見せたり、広い家の中を見せたことで絶句していた。だから言ったでしょ。離婚してからも私は困らないって。だけど私は絶対にあなたから慰謝料は奪い取るし、養育費だって支払ってもらうからね。それは私を裏切って傷つけた代償よ。覚悟しておいてちょうだい。夫は私の怒声にビビって変な声を上げていた。それから私は優秀な弁護士を雇い、夫と不倫相手に慰謝料を請求。夫には養育費も請求し、支払いが滞った場合は給料を差し押さえできるようにしてもらった。無事に夫との離婚は成立し、毎月の慰謝料と養育費も今のところ問題なく支払われている。だが今回のことは元夫が働く会社にも報告していた。そのため元夫は課長から降ろされて、平社員に戻ったそうだ。そして二度と出世が見込めない状態になってしまったらしい。だが今までの自分の浪費癖が抜けず、今は借金をする寸前なんだとか。まあ地獄に落ちるのも時間の問題だろうが、もちろん容赦なく慰謝料と養育費はこれからも請求をする予定だ。一方、私は新しい部屋で快適に過ごしている。無事に赤ちゃんも出産することができ、現在はシングルマザーとして我が子を大事に育てている。当分生活には困らないので、とりあえずは娘と一緒にいる時間をたくさん過ごし、幼稚園に入る頃にまた仕事を始めようと思う。もしもし、どうした。いきなりごめんね。今どうしてるかなって思って。だがそんな時、電話越しに何か聞こえてきた。耳を澄ますとそれは赤ちゃんの泣き声だ。そしてそれをあやすような女性の声まで聞こえる。誰かいるの。なんか赤ちゃんの声が聞こえた気がするけど。え、あ、うん、
実は姉と姪っ子が来てるんだ。いきなりやってきたからびっくりしたよ。へえ、お姉さんと姪っ子がね。お姉さん、私と一緒にあなたの家の前にいるんだけど。私の名前はのぞみ、30歳の主婦だ。夫のまさととは結婚して3年になる。夫は現在単身赴任中だ。結婚3年目にしてもう単身赴任となってしまうのは寂しいので、私は夫の転勤についていこうと思った。だが夫からはまさかのついてこなくていいと言われてしまった。どうして?と悲しくなったが、夫からは今後、子供ができた時のことを考えて貯金をしておきたいと言われた。私が今の仕事を辞めて、夫の転勤についていくとなると、確かに収入は減って貯金もしづらくなる。夫は二人の将来のことを考えてそのような発言をしてくれたことがわかり、私も納得した。単身赴任先は遠い地方なので、飛行機に乗らないといけない。そのためなかなか夫のもとに尋ねることはできない。それでも夫は当初は頻繁に連絡をくれたし、月に1回は家に帰ってきてくれていた。しかし仕事がどんどん忙しくなっていったようで、だんだんと連絡の数が減り、家に帰ってくる頻度も減ってしまった。そのため迷惑にならない程度に私の方から連絡をして、どこかに遊びに行ったりすることの提案をしたりした。ねえ、ゴールデンウィークにどっか旅行にでも行かない?ごめん、仕事があるんだ。え、連休なのに。最初の土日と最後の水曜に仕事があるから、実質2連休しかないんだよ。そうなると間の休みの日は、疲れて楽しく遊べないと思うんだよね。だから、ごめん。またゆっくり帰れそうな時に会おう。うん、わかった。ゆっくり帰れそうな時っていつだろうか。そんなことを思いながらも、夫は私たちの将来のことを考えて一生懸命働いてくれているのだと思うと、責めることはできない。だから私は寂しい気持ちを我慢するしかなかったのだ。夫はそれからどんどん帰ってくる頻度が減り、気づけば3ヶ月に1回とかくらいのペースになっていた。夫と久しぶりに会えたのは正月で、義実家の人たちと会うのとほとんど変わらないくらい久しぶりに会ったほどだ。そしてその後も相変わらず夫は仕事が忙しいようで、次に会えたのは3ヶ月後。そんな生活を送っていると、あっという間に夫が単身赴任をしてから1年が経った。私は寂しい思いをしながらも、また一緒に暮らせる日々を夢見て我慢していた。次に会えるのはまた3ヶ月後かな。そんなことを考えながら、寂しい思いを我慢して3ヶ月後を迎えた。ただいま。お帰り。私は夫の顔を見ることができてすごく嬉しかった。夫は3ヶ月ごとにやってくるので、微妙に雰囲気が毎回違う。髪が伸びきっていて、切る直前の時もあれば、さっぱりして清潔感があって小綺麗な時もある。今日はどういう雰囲気かなとワクワクしながら待つのが楽しみだった。今日はごちそうだよ。お、すごいな。私は久しぶりに会えるととても嬉しくなるので、夫にごちそうを振る舞う。夫は嬉しそうにそれをすべて平らげてくれる。いつも料理とかする余裕ないんだもんね。うん、外食とかコンビニになっちゃうね。じゃあ今日は栄養たっぷりとって帰っていってね。そうだな。ご飯を食べた後は久しぶりに夫と愛し合う時間だ。だがここで私は気になることがあった。夫が避妊道具を使い始めたのだ。え、どうしてそんなのつけるの?だって、今できたら単身赴任中なのに大変だろう。いや、でも今まではしてなかったじゃない。ちょっとちゃんと避妊しておこうって気になったんだよ。子供を作るのは俺の単身赴任が終わってからでいいだろう。
妊娠はつわりとか大変だしさ、俺が一緒にいない時に一人でいるのは心細いじゃん。うん、まあ私はちょっと不服だったが、夫の言うことももっともだと納得してしまったので従うことに。いっそのこと子供ができて、夫の会社からまた異動の辞令が出ればいいのに。そんなことを考えてしまったりもした。そうして夫はまた単身赴任先へ帰っていった。そしてまた3ヶ月が経過したのだが、今回は夫は帰ってこれないとのこと。まあ転勤先での勤務期間は2年間なので、あと半年ほど我慢すればまた夫は戻ってくる。あともう少しの辛抱だ。そんな中、夫から連絡が来て驚きの発言をされた。ごめん、あと1年この部署での仕事が延長になったんだ。え、それじゃあ単身赴任があと1年延びるってこと。本当にごめん。私はとてもショックだった。そうなるとあと1年半も待たなければいけなくなる。そんなの耐えられない。だったら私そっちに行くよ。いや、それはダメだよ。どうして？だってこの前も話したじゃん、今後のことを考えて今は貯金するべきだって。そんなこと言われても、私はもっとマサトと一緒にいたいよ。俺だってのぞみと一緒にいたいよ。でも我慢してるんだ。分かってくれよ。私は納得がいかなかったが、しぶしぶ承諾した。そんな中、義士から連絡が来た。義士は実は夫の単身赴任先の地域から車で行ける距離に住んでいる。この前の正月に義実家での集まりに行った時に、私は義士に夫となかなか会えていないことを伝えていたのだが、義士が気を使って連絡をしてきてくれたようだ。私も旦那が単身赴任になっちゃってさ、子供と二人きりで、なんか寂しいからよかったらこっちに泊まりに来ない？それでマサトにも会っちゃいなよ。義士からのまさかの提案に私は心が躍った。夫は社宅に住んでいるので泊まりに行くことは難しい。だが義士の家に泊まれるならば、少しの時間くらい会いに行けるだろう。義士と話して、今度の連休にいきなり行って夫を驚かせようという計画を立てた。私は実はまだ夫の単身赴任先に行ったことがなかった。連休の中での一日のうちの昼間だけとかなら、夫の迷惑にもならないだろう。夫に連休中はどうしているのか聞くと、初日は仕事が入っているが、残りの2日間は休みで家にいるとのこと。チャイムを押して夫の住む部屋に行くことを想像すると、私はにやけてしまった。私はウキウキしながら週末を待った。そして飛行機に乗って夫が住む地方の空港へ。義士が空港まで車で迎えに来てくれた。久しぶりに会った姪っ子がとても可愛くて癒される。空港から夫の家までは割と距離があったが、義士と楽しく話しながら向かうとあっという間にたどり着いた。夫の社宅の来客者用の駐車場に車を止めて、いざ夫の家へ。私がチャイムを押そうとすると、義士がそれを止めた。私がびっくりしていると義士がニヤニヤしている。どうせなら、今マサトに電話して驚かせながらチャイムを押そうよ。いたずら心ある提案に私もすぐに乗っかることにした。そして夫に電話をかける。もしもし、どうした？いきなりごめんね。今どうしてるかなって思って。別に何もしてないよ。家でゆっくりしてた。そっか。私は今から驚かせることを想像してニヤニヤしてしまった。だがそんな時、電話越しに何か聞こえてきた。耳を澄ますと、それは赤ちゃんの泣き声だ。そしてそれをあやすような女性の声まで聞こえる。誰かいるの？なんか赤ちゃんの声が聞こえた気がするけど。え、あ、うん、実は姉と姪っ子が来てるんだ。いきなりやってきたからびっくりしたよ。へえ、
お姉さんと姪っ子がね。お姉さん、私と一緒にあなたの家の前にいるんだけど。え、何冗談言ってんだよ。今一緒に家にいるんだからそんなことありえないだろ。全く面白い冗談を言うな、のぞみは。冗談とかじゃないんだけど、私の声のトーンが低くなっていくことに、ただごとではないと義士も悟ったのだろう。義士は私が電話を終える前にインターホンを鳴らしていた。するとチャイムの音にびっくりしたのか、中からさっきよりも大きい赤ちゃんの泣き声が聞こえてきた。ガチャリとドアが開くと、そこには私と義士の知らない女性が立っていた。どちら様でしょうか。義士がそれに答える。私はマサトの姉です。義士がそう言うと、ああ、お姉さんでしたか。はじめまして、私、ユカと言います、と言って不倫相手らしき女性が自己紹介をした。いきなりいらしてどうしたんですか。マサトは。今は自分の部屋にいますが。あなた、何も知らないの。何がですか。まあ、いいわ。とにかく上がらせてちょうだい。はい。夫の不倫相手は一瞬嫌そうな顔をしながらも、私たちを家の中に入れた。まさかお姉さんが二人いるなんて知りませんでした。彼からは一人って聞いていたので。ユカがそのように言いながら居間に私たちを通す。マサトを呼んできて。はい。怖い顔をする義士に怯えたのか、ユカはすぐに私の夫を呼びに行った。その間にリビングを見渡すと、ベビーベッドがあり赤ちゃんが寝ていた。私はその光景にクラクラして倒れそうになる。大丈夫。私が支えるからそこのソファーに座ろう。義士が私を気遣ってソファーに座らせてくれた。そして1分後に夫が静かにこちらにやってきた。その顔はとてもこわばっていて、まるで悪いことをして怒られる前の子供のような顔だ。私は夫の前に立って思いっきり頬をたたいた。どういうこと？夫は頬をさすりながら黙ってうつむいている。するとユカがびっくりした様子で、こちらに駆け寄ってきた。何をしてるんですか？お姉さん。マサトが何かしたって言うんですか？ユカは何も知らないのだろう。私は真実を教えてあげた。私はマサトの姉ではなく、妻です。そんな、嘘でしょ。嘘じゃないですよ。もし信じないなら役所にでも行って証拠を見せますから。私がそう言うと、ユカは口元を手で隠して驚いていた。マサト、本当なの？ああ、すまない。そんな、だから赤ちゃんが生まれても、結婚は二人の記念日にしようって先延ばしにしてたのね。まさか結婚してたなんて。本当にすまない。ユカものぞみも騙してしまった。夫はそう言いながら頭を下げた。だがそんな風に謝られたって私の気持ちは収まらない。もう離婚してちょうだい。人を散々待たせておいて不倫してましたなんてバカにしすぎよ。ちゃんと慰謝料も払いなさいよ。義士も夫を睨みながらそのように言う。ああ、わかったよ。私、その、知らなくて、本当にごめんなさい、とんでもないことを。ユカがそのように言って私に謝ってくる。いや、あなたも被害者でしょ。知らなかったならしょうがないじゃない。結婚していた事実を知らなかったのなら、慰謝料を請求することはできないし、そもそも彼女は騙されていたのにもかかわらず、すでに子供がいたのだから、逆にかわいそうなくらいだ。本当に申し訳ありませんでした。ユカがそのように言って頭を下げる。その時、
私はスマホのバイブが鳴っているのに気がついた。画面を見るとなぜか義士からラインが来ていた。メッセージを見て私は驚いた。この不倫相手、マサトが既婚者だって知ってるかも。私、スマホをわざとこの家に置いてくから、通話状態にして録音してくれない？義士からのメッセージを見て、私はそっと通話ボタンを押し、録音状態にしてスマホをカバンにしまった。そして何食わぬ顔で夫にこれからのことを話した。これからは弁護士を通してやり取りしましょう。今回はマサトにだけ慰謝料を請求するからちゃんと支払ってね。あんたなんかと結婚して本当に損したわ。夫は本当にすまなかったと言って頭を下げた。義士がのぞみさんもう行きましょうと言って、私たちは夫が住む社宅を出た。それから車に乗り込み、近くの喫茶店に移動して、夫と不倫相手がどのような会話をしているかスマホに耳を当てながら聞いた。すると少し経ってから夫とゆかの会話が聞こえてきた。いや、マジでびっくりした。あんなアポなしで来るやつだとは思わなかったんだけどな。姉ちゃんがいるから変なこと吹き込まれたんだろうな。マジでお姉さん最悪ね。もう少しであなたが奥さんと別れてこっちで一緒になれると思ったのに。単身赴任なんて嘘で、完全にこっちでずっと働くのにね。でもゆかのとっさの判断と演技力にはびっくりしたよ。確かに俺が独身だって言って騙してたことにすれば、ゆかは慰謝料を支払わずに済むもんな。賢いでしょ。そうすれば支払う額も減るじゃない。私たちの将来のためにもお金は大事だからね。いや、ゆかはいい奥さんになるよ。のぞみとは大違いだ。あんなのと一緒にしないでくれる？そうだな、こりゃ失礼。私は絶句してしまった。そして言いようのない怒りでいっぱいになった。義士も怒り狂っていた。ゆかは夫が既婚者だと知っていたのだ。私は夫と不倫相手に制裁を加えることにした。義士はその後、夫のもとにスマホを忘れたと言って取りに行った。その時も夫と不倫相手は険悪ムードを出して、義士のことを騙そうとしていたらしく、すべてを知っている義士は、二人して芝居しててなんかめちゃくちゃ腹立ったわ、と怒っていた。それから私はすぐに弁護士を雇うことに。夫とゆかの会話の音声を聞かせると、弁護士は十分な証拠になると言ってくれた。その後の展開は早かった。まず私はこの音声データを義両親や夫の職場に送った。夫の職場には内容証明も送っておいた。そして夫の家にいるゆかにも内容証明を送り、慰謝料を請求。これらのことをした後、夫から鬼のように電話が来た。最初は無視をしていたが、仕方なく出ることに。おい、ふざけんなよ。どうして会社に内容証明を送ってるんだよ。しかもゆかにまで慰謝料請求してるのはどういうことだ。ゆかは俺が独身だと思ってたんだから、慰謝料は支払わなくていいだろう。あれ、どうして騙してた相手をかばうの？普通ゆかさんの立場ならあなたに怒り心頭で、結婚詐欺の被害による慰謝料請求とかしてると思うんだけど。いや、それは子供がいるから責任を取るために俺はゆかと結婚することにしたんだ。へえ、そうなんだ。まあどうでもいいけど。どうでもいいってなんだよ。俺とゆかは結婚するんだから、慰謝料の請求がどっちにも来たら困るだろうが、ゆかの方の慰謝料は認めないからな。残念ながらそれは無理よ。だってあなたとゆかが不倫しているって分かってて付き合いを続けていた証拠があるんだもの。え？あなたにはまだ送ってなかったけか。私とお姉さんが出て行った後のあなたたちの会話を録音した音声データ。え？自分たちでベラベラと話してたでしょ。
あれが証拠になって、私はあなたたち二人に慰謝料請求ができることになったのよ。そんな。人を騙しておいて、うまく逃げ切れるだなんて思わないでちょうだい。不倫するならそれ相応の代償を支払ってよ。私はあんたのこと絶対に許さないから。私が大声で怒鳴ると、夫は情けなく、ひっという声を上げた。じゃああとはすべて弁護士を通してやり取りしましょう。そう言って私は電話を切った。その後、夫と不倫相手は観念したのか慰謝料を支払った。夫とも無事に離婚が成立。今回の件で、元夫は元木実家の人たちから縁を切られた。そして会社でも単身赴任だと偽って、妻を置いてきて不倫して、そっちで子供まで作った最低なやつとして認識されているようで、肩身の狭い思いをしているらしい。だが慰謝料の支払いと、子供と不倫相手を養わないといけないので仕事を辞めることができず、ストレスをためながら働いているようだ。一方、私はパート先のカフェの店長から正社員にならないかと誘いが来た。独身になって仕事に打ち込みたいなと思っていたところだったので、私はその話を受けることに。現在はカフェで一生懸命に働きながら、いつか自分でもお店を開きたいと、新しい夢を抱いた。ちなみに元技師とはあれからも定期的に連絡を取っていて、仲良くしている。私の夢のことも応援してくれているので、数年後にお店を出したら、元技師を招待しようと思う。